始まりました。始まりました。はい、始まりましょう。本当。はい、お<っ>、スタートします。あ、映ってます。こんばんは。はい、えー、一ヶ月のご無沙汰でございました。道浦敏彦の言葉のことばかりでございます。え<い>えー、第二十三回。お<ー>。う、ね。<laughs> いやいやこんばんはもう二十三いってますねもう十一人いらっしゃいますあありがとうございますあと今日開門って言うんですかこれあの相手からす開門神事ね開門神事来た途端に走走り出して焦げた人とかいるで一番カーブのところでね一番乗りっていう一番乗りすごいですねありがとうございますありがとう一番福ですよそういう方ねはい今年今年じゃなくて今月いいことあります今月いいことあと五日しかない いやいや二月二24日だ今日入れていいですかねいつか45678そうやさっきさどっちのから言って天でドしました今週の天気やってたんだけどさ、今週はね暑くなったり寒くなったりして二十9日までやったみんなでウルードしか急にウルードになったね今年と申し訳ありませんいやまさにチェックミスまさに今日暦見てないですけど暦だからウルード

中途半端ですけどね31というと阪神だとかけぐという感じですけど、はい、あの30年10年ごとに読売テレビいい会社ですねあの、えー、永年金属休暇ってうのんですね、はいうん、これはそれまでの有給休暇を使ってない人は積み立ててってそのうち、えー、まとめて土日も含めて1か月休んでいいですよすごいでしょ1か月 1>、うんまあ、土日あるんで実質それ引くと まあ20日間ぐらい、うん、というねすごい大盤振る舞いのただあの有給を全部消化してる人は取れない <laughs>、ね、なか今まであの取れなかった人にっていうようなね10年に1回あるんですが30年もう最後ですよこれね40年はないからこれは取らなあかんの30年たった去年の4月から1年間か1年半の間ぐらいに取らなきゃ1年かなと思ってて。 で夏休みに取ろうと思ってた、取れなくてですね。はいはい、で、どん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 取る時になくなってきてですね。もう年明けて、あえ一、ー、月2月3月どうするっつって、えー、要は2月と3月に分けて取、はいえー、ろうと。ああ、なるほど。一辺、えー、に取らずにね。一、は、辺、いはい、はなかなかね、これがまた取れないこれもあるしさ。 ね、でね、あの月末とか、あの忙しいんですよ。またね、そういう時期は外すと。なかなか一ヶ月まるまるって取れないんで、ちょっと飽きよかな。で、先週、先々週、二週間ちょっとね。どこに。休ませていただきました。坂上に?。え、海外に?。スペインとか?。あの、まず、一週目はですね。部屋の掃除。地味。いや、これ大規模ですよ。すごい大規模ですよ。せっかくの三十年休暇。 これはもうね掃除,あの掃除というか片付けと言いますかね、うん、あの段ボールに入れたままだった本を、えー、本棚に入れる、うん、でまず本棚を買うところから始まってるの <laughs> で買ってそれを自分で組み立てるところから始まってる <laughs> まあ道浦さん相当な多分、ね、数の多分本がもう家の中にあるというかう 1> <laughs> あの縦1 8 0ンチ横9 0ンチの本棚を10本買ったんですよ。はい、10本それ全部一人で組み立ったの まあちょっと親父にも手伝ってもらったね。はい。お親父にほらお父さんにですか。手伝ってくれるっていうからね。はい。あの八十歳ですけどね。結構な体力いるからさ。八十大丈夫かなと思ってさ。自分で組み立てるって。心臓の手術したんだけど大丈夫かなって。それはちゃんとあれですよ自分でやりましょうよ一人でねあれ組み立てるの大変なんですよ。ね。何が大変って言って後ろのせいたこんな板をねこう入れるんですけどこっちのやつと。 こっちの間ストーンと入れればいい立ててりゃ入れればいいんだけど、うん、寝かしてるからこうやって入れなきゃいけないんだけど <laughs> こっちの溝に入ったらこっちの溝が外れるはい、はい、でこっちとこっちが入ったらここの溝が外れる分かる分かる分かるでこっちを押したらこっちが外れるんだ <laughs> そうそう何そうねんもうこれみたいなそうで,で結局依頼すればよかったなとかと思ったりするんですよ 1> そうそうそうで1本目を作るのに2時間半かかる <laughs> それをしかもこうやってやっっててる時に あの立てていた横の板がですね、ギギギギギギあー言ってバタンって倒れたらそこに天板のベニヤがあってそこに大きな穴が開いてですね、はいもう汗と涙ものすごい努力でようやく一本やったんですけどねえもしかしてそれ10本で20日間休みいやいやでもね最後は容量うまいこと やっぱ掴んで、一日で三本とかね、できました、ね。あはい。じゃあ、その散らかってた本というか、たくさんあった本が整理できたという。いや、あの本棚できただけでは、ダメなんですよ。段、ま、ボール箱、あれして、出して分けて入れなきゃいけないね。<え>うん。これ入れてはないんですね。これ,これがね、段ボールが三十から四十箱ぐらいあったのを、あと七箱ぐらいになります。だいぶ整理しました。<laughs> はい。これはもう、ずっとね、懸案だったんです。けど <laughs> なんかだいぶ片付いてよかったなと。もう引っ越しですね。引っ越し。引っ越し、ねね、作業がね。はいそ。それで、それでも本当に終わっちゃったの。他になかなかったんですか。あ、それが一週目ね。うん、で、二週目に三泊四日で東北へ行ってまいりました。はい。<お>東北の、あの、えー。テレビ岩手の同期の柴柳アナウンサー。で、一緒にの夜飲んで。次の日は、盛岡から宮古へ沿岸の日。あ 行きましてはい、はい、これがねバスで2時間20分ぐらいかかるの片道あそっかまだあそこはバスかそうそうバスしかないそっか 1>,、はい、鉄道が1時間に1本で7時、はい、1> 朝7時55分のバスに乗ろうと思って乗り場行ったら「ないん,んこれおかしい7時55分来てないと思う?うん」とよく見ると「7時40分」でてて「うそ!」って思ったら7時40分やって <laughs> で次8時40分まで。<laughs> やっぱ本数は少ないわは少ないですもんね。はい でも、まあ、それに乗って行きまして、で、宮古から、あの、ほら、あまちゃんに。いった三陸鉄道。僕も行きました。北リアス線。北リアス線。線。僕は北リア線だけしか、時間的には、ちょっと乗れなかった。んですけど北リア線っていうのね、宮古から九時まで行くんだけど。九時まで行くと、帰ってきて、宮古から森岡行ってっていうと、時間なくなるんで。そうですね。え帰りのバスの時間を。考えるとですね。ええ、太郎というところへ行きました。おお、はい、はい、はい、太郎、わかりますよ。他に。 老人のあそこで降りてあそこにね防潮堤すごいのがあるんですよね。いど,どんな防潮堤なんななですかいやもう高さあ<っ>あの海面からだと10メートルとかなんかすごい巨大なえしかも明治時代に明治三陸の津波を食らってもうほ,ほぼ村が全滅状態、はい、でそれであの新しい人たちが防潮堤作ってところが昭和三陸。 大津波が来てってっもう二重にこうやってたんだけど今回また津波が来てってね、はい、そういうのでまた今回も180人ぐらい亡くなられてるんだけどでそういう今どうなってるのかなっていうのを見たいと思って。でも僕も僕行きましたけど、うん あの海の近くの沿岸の地域っていうのは、うん、全く復旧が少なくて土地の造成工事とかがまだね行われてるっていう要は高さをかさ上げするんで,そうです、ね、何メートルもね土を枯らしてすごいよ、10トントラックが、ね、ひっきりなしに通っててましたね、確かに車窓からも見えましたけど。うん、でも駅,駅降りた 駅はね降りなかったんで、だから僕終点から終点までしか、九時までないそうなんですよ。九時まで二時間以上かかっ結構かかります。でもずっと車窓を見てました。あ、でもごめんなさい、僕堀内駅で降りましたわ。堀内駅というところ、あのアマちゃんであの、堀田のそこ、あそこの駅あるじゃないですか。堀内駅に降りるの？ダジャレ。え、堀内駅？堀内駅。堀内。そう、堀内駅ね。堀内。そう、堀。はい。そこで降りて、であのアマちゃんでの有名な舞台の駅になったんで、そこであの、あそうです。シーンのちょっとあの。 私、東京行きてっていう有名なシーンがあるんですけど、そこの叫んだホームのところなんですけど、それ再現してきました、自分でも。ごめんなさい、再現してどうするんですか、写真撮るだけですよ。いや、再現しながらこうやって撮る撮ってもらって、あ撮ってもらって、いや、けど、セリフ言ってても、ビデオじゃないんですけど、そのポーズだけでもちょっと写真撮ったりとかして、これ、ないですが途中下車しましたね。 あれ途中下車すると帰りの列車まで2時間あるからねで,でもねそこでホームでウニ弁当を食べたりとかそんなのあんのホームにいやあのホームじゃないです久慈駅とかで買って<あ>あのあ<ー>でそれを,駅弁をだってれな駅は無人駅ですよ だ時時あの観光客が来るんで、その方にちょっとこうお願いして、写真撮っていただけませんって、うん?。で写真撮ってもらったりとかして。僕一時間ぐらいその太郎を降りて、あの堤防の方まずっと歩いてね。うん、あの散策というか、まあ行ったんですけど。一、うん、時間でほぼ見ていまいりました。そうです。で向こうになんか、あの。 建物があったからそこなんか店かなと思って行ったらガソリンスタンドガソリンスタンドの中にコンビニみたいなかなと思ったらタイヤしか売ってなくてこれはだめだと思って戻ったらなんか待合みたいなそこで1時間過ごしてりのもちろん電車じゃなくてディーゼルですからね機動車ですからね機動車列車ですね。 エンジンで、ねねうん、音が鳴って,ガーって出発していくっていう、ねうん、雰囲気があって、はい、一人旅、一人旅、もちろん一人旅だけど行く先々に、えーね、友達とか、知りに行あとその街の人と話すの面白いんですよ、電車の中でとか。 そうです、話したりとかしますよ、地元の方と、今までは最寄り駅のところに家があったんだけど、今、最寄り駅からバスで30分ぐらいかけて、スーパー通ったり、買い物に通って、もう本当に不便だわって、本当は元の場所に住みたいとかって話を聞いたりとか、あとやっぱり団体客もいたりするじゃないですか、電車の中に、そういう人が、どこから来たんですかとかって話とかしたりとか、これ、ずっと窓、音の外、思いですか。 いや太郎駅までは宮古から17分ぐらいがすぐなんですよね、帰りが2時間待たなきゃいけないでもその待つのがまた面白いんです、鉄道、僕の好き、鉄道好きな人にとってみれば、2>, 2時間待つとか、ずっとホームで見て、線路をずっと見てたりとか、寒いぞ。いやいや、でもそれがずっといいんですよ、四季節ずっと見てたりとか。 ホームのずっとなんかないかなとか、昔の国鉄時代。の僕じゃないんだけど、きっと手を見るみたいな。線路僕は見てるわけですよじゃね。はい、それがずっと面白いんです。面白い。はい、家でできるじゃん、手見るんだった。いや、手じゃないですよ。線路、線路、線路ね。線路とか、その幹線とか。線路、血生えてる感じとか。線路でも、その辺で見てると危ないよね。そうそう、そうそう。まあ、でも見てますけどね、電車待ってる時とか。 そうなの。背中押される。なんか好きなんですよね、やっぱり。危ないよ。いやいやいや、この高は見てないですよ。高ドンとこれ。前で高はうは見てないですけど、前のメリになっては、でもこうホームで待ちながらやっぱり高線路やっぱ見ちゃいますね。線路見ますか。あとゼロキロポストとかね、そういうのもあるんで。ゼロキロポスト。あの支点ね、支点して。そんないっぱいあるんです。いやないですけどね、まああるときにはそういうところを見たりとか。いろいろチェックするとかたくさんあるんで。そうなんです。まあで盛岡。 から今度郡山行って郡山で福島中央テレビの人と一緒に飲んで,、うんはい、で次の日はねこれが一番行きたくて行けなかったところなんですけど、うんえー、南三陸南三陸の南三陸ホテル関陽っていうところに行ったんですよでこれは実は去年の秋ぐらいにリクナビ転職サイトのコマーシャルで出てた人が いやアナウンサーやってたんですけどねって言ってホテルマンになったっていう言葉のことばかりでもその話しましたね斉藤さんあの元アナウンサーで同期のあの人の勤めてるホテルへ行ったんですへす宿泊ももしかしてそこでうんだって他ないももそこまで行っちゃったへそうそうどれぐらいぶり r なんですかあの CM 見て もう結構いやいやだから会うのはその新人研修以来その30年ぶりぐらいメールとかね年賀状とかやり取りあったあれがきっかけでなるほどなんかもう一人来てくれた人いたって言ってやっぱりテレビが反響やっぱ大きかったんですかね大きかったみたいねどうでした久しぶりにお会いして CM で出てていやまあそれはそれとしてなんでその転職したのっていうような話とかねその辺を 3時間ぐらいこう話したんだけどそのホテルでちょっと早晩で終わられて上がってきて。 夜7時ぐらいか僕ご飯食べながらちょっとお酒もいただきながらはい,、はい、いやあのホテル内ではだめなんだって言ってず<あ> <laughs> っと向こうはあの食わず飲まず食わずで <laughs>、えー、申し訳ななかったなあ,ああれはじゃあもう本当にコマーシャルのあのままの方なんですね <laughs> 雰囲気というか、うん、優しい感じですごい人良かかさそうな方というか、まあいね、そうなんですよ、えー、で次の日に、ね、そのホテルの主催でホテルマンなんだけどあの被災をされた方があの語り部としてね ツアーガイドをしてくれて、うん、その被災のところを回ってくれるんですよ、こんなんだったんです、あの時はっていうようなのでそれも参加して、はい、話ももちろん聞かれて、うんまあ、若い人ね、ううう30代ぐらい君よりちょっと上ぐらいの人なんだけど、えーうん、当時はこんなんだったんですって今、こうなってますけど今の姿として4年経った今の姿として、えー、見,見といてくださいねっていうようなことで。う そこでもやっぱりかさげ工事してましたね。なんかそうですよね。本当にだから三陸鉄道の沿線もそうでしたし、でも三陸鉄道も本当に何かこう今そんなねカタリさんの話を聞くっていうそのツアーに組み込んだものっていう商品で今ね何か出したりとかもしてますもんね。年配の方とかねやっぱり多いみたいですけどね。やっぱりそうやってね聞いて。貴重な4日間3泊4日行ってまいりました。海外行ってるかと思いましたけどね。なかなか行けないのよその 家族がいらっしゃいますからね。そうそうそう。一人暮らしなんでそういうのまあ考えられない子供を迎えに行ってともね。買い物行ってとか。自治会の会議があったりとかいろいろあるんですね。はいそういうことで。なるほどはい。でもねその休みの間に十二冊本読んだ。おうんまたそれなかなかいいペースでしたね。結構だって書いてましたもんねあのまたあの三浦さんのあのホームページにに。ホームページは実はあれは あの休みの間も毎日更新できるようにセッティングして。そうなんです。一日一つずつ更新できるように予約していった。なるほど。今回だかその持ってきたりしてるんですか。その十冊ぐらいでしたっけ。読んだ本はね。こんなんとかね。戦場で飯を食うって佐藤和孝さん。これ。あのこの前あの。フォーラムかなんか。佐藤健二さんの。 そうううそそそれをきっかけにもう一回この戦場というかフリージャーナリストの方の、ね、山本美香さんの旦那さんですね「新潮新書」から出ている「戦場で飯を食う」というのを読みましてこれもなかなか、うん、勉強になりましたね。<ー>でその地方へ行ってるんで今話題のこの「地方消滅」<ー>17万部って書いてあるんだけどすで、えー、に今書店に行った21万部また売れてるんですよ。 中高新書かな、えー、元岩手県知事の増田宏也さんのうんこれはね要はねうん人口が減りますよという話なんですね人口が減ると、うん、え地方の村とかそういうのは当然高齢の人たちがお亡くなりになったらもう廃れていってしまう若い人で。 るるっていうんじゃ困るしで東京がなんで増えるかっていうのは地方から来るからそれを各拠点拠点の、えー、ところ都市が吸収することによってなんとかその辺を 全部消滅しないで済むようにできるんじゃないかというふうなことを言ってる本ですね。消滅、はい対策のことについても書かれてるみたいな対策というかまあ頑張らなきゃいけないというかういそれぞれの今の形で残るのは難しいかもしれないけれどもど、えー、地方の、えー、中堅都市みたいなところで集約できないかみたいな歯止めダムにできない人口のはい、はい、そういうふうなことが書かれてる本ですね。 それから、これ、大津波を生きる。これがまさに巨大防潮堤と太郎百年の営みというね。まさに、行ってきた場所ですね。できたところの、なんだけど、帰ってきてから読んだんだけど。で、他のところも含めて、どういう歴史だったかっていうの、これ、高山文彦さんという。ジャーナリストの方が書いてるやつを読みましたね。これはね、これは新潮社はい。それとね、向こうで。まだありますか。 たのがこの南三陸からっていう写真集なんですよ。これは佐藤新次さんというのは南三陸町の写真館のあのご主人で<ー>でずっとまあ町の写真を撮ってらしたでだから3月の11日から,らあの2011年3月11日からとかですねこんな,んな綺麗な街だったんですよ<ー>見てもいいのかないやいいんじゃない大丈夫なのかなこういうことですこれはいいと思います全部見せるわけじゃないし。 こういう町だったんですけれどもでもやっぱりね津波によって大変なことになってしまったとっいう写真が載っているわけですね。ちゃ、うんと記録として取、ねうん、って残しているわけですねその写真を今回、うん、そうやって本という形で。 もう3年半前の3月11日から2011年9月11日までのこのあと第2週、第3週までってずっと追ってらっしゃるんですよ、その後のね様子を。で、ほら、あの最後まであの逃げてくださいって言ってた防災センターってあったじゃないですか、あれ、南三陸町なんですよそ。そ本当に地震発生直後の これ直後から半年後までを追ってるんですけどその後もこれ雪にね防災センターというふうなこの写真集はやっぱり大切な記録だよね。いろいろね我々の仕事もそうなんですけどやっぱりいろんな。 事件や事故やこういう自然災害あった時に人の命を救うことももちろんあの一番大事なんだけれども、うん、それとともに我々は記録を残すっていうね、うん、なんか暗くなってきましたねまあそういう回もある、うん、で記録残すのが仕事なんで、えー、それをやっていくっていうことも大事なんだっていうのを改めて感じましたね。なるほど、ね、うん はいそういうふうな読んだ本十二冊十冊二冊何冊そのぐらいまたこれ一部ってことですね。他にもありますでもなんかね。横の時にその関連のある本を持っていくとなんか気持ちが入って読めるっていうのはねあると思いますんで。行く前にまた読むのもねいいですしね。行った後もそうそう行った後ね行った後やっぱり興味持ちな。タイミングって大事ですよね本読んだりするのね言葉もそうだと思いますけどね。はい。なるほど。 はいまあ、そんな感じのお休みを過ごさせていただきまして、昨日から復活、い,どうですいきなり忙しいね、体調戻るもんですよ、リズム的にそ、そういうお休いね、うん、言葉のことばかりで、き、ま、の、ね、う、日昨日もだって夜10時半までやってて、はいうん、しんどかった、はい、リズムを戻してください、2, 2時半だね、だの、<laughs> まあ1時からちょっと、うたためしてたけど, <laughs> なるほど、だって家帰ったら12時ぐらい、11時半過ぎだった。

すいいよ第5位ですはいお番外編は番外編なしはいじゃじゃんこちら主食主食主食はいこれ主食というとどういうことを思い浮かべますか日本人ですからそれはご飯ですよご飯米米の飯お米はいというような感じですよねはい皆さんもそうですねはいリアクション米お米って今来てまし米 ところがですねなんでこんな当たり前じゃないと思うんでしょ何が気になるんですかいやこれを2月の2日の ZIP の例のもこずキッチンを見ていたらそこにですねこんなリクエストが来たんですねあの視聴者の方からこういうのを教えて作ってくださいえ超簡単にできて主食になるものをお願いします米だろうってねご飯いやいや違うんでしょこれ言ってんのは全然主食になるというのは <laughs> あのー、まあ米のご飯かパンか、まあ、関西人だとうどんかっていう要するにそういうもんじゃない、はい、ところがこの方はメインディッシュのことをメイン<ー>ディッシュを主食みたいに感じて言っちゃったんじゃないかとそれを何の不思議もないしはいわかりましたえそれえ腹にたまるものっていってやったんじゃない<笑><笑>、はい ちなみに、ええ、主食になるものをとリクエストを受けて、もこみちくんが作ったのはいはい、豚肉とじゃがいもの簡単炒め。<笑><笑>ご飯、パン、えー、全くない。うどんもない。だって、そんなの作る、<laughs> あの、ご飯とか、うどんの作り方、<laughs> 主食になるものをねつって。今日はね、麦ご飯みたいな。<laughs> それはないんじゃないか、まあ。私はしらすご飯とかね、納豆ご飯とか、うん、卵ご飯なんか、ちょっとおしゃれ食には、これは、多分メインディッシュを。 っていう言葉を訳すと主食なのかなと思った。<laughs> そ,ねえー、それは主菜ですね。主菜ですね。あの、ね、<あ>おかず。主菜。主菜というのはありますね。はい。あ,いいあ、そうですね。すねホワイトボードありますから。うん、多分、これを言われた方は。このつもりで主食と言っちゃったね。はい 主,主催というつもりで、はい、まあこの言葉は知らなかったかもしれないけど意味はこっちで,でメインディッシュを主食としちゃったんだけど意味通じちゃったわけですよ、ね、<laughs> そ,ですその時スタジオとかでこうなんです何もないもしかしたら,だからこういうふうに使ってる主食の使い方をしてる人がいるのではないかと。あ,<ー>ある もしかしたらアナウンサーのスアナウンサーとかはねちょっとこうあれ初職ういうことだろうって心の中でね感じたかもしれないですけどね感じてもその後ジップしかできないからそうな心の中で違和感を感じながらはいジップって言って終わっちゃったのかもしれないですねそうかもしれないですねなるほどねそういうことあるかなってなるほどあのコーナー私しっかり見てますよはい時々作ろうかなと思ってね難しくないですかあれ難しくないですか あれね、難しいのはなんでかっていうと、レシピ出さない。あ、そう。確かに。確かに。書いてないかもしれないけど、出さない。で、分量言わない。うん。こうかける感じですもんね。バーって、なんかこう。少しかけます。かけます。少しじゃない。っていうね、オリーブオイル。そうですね。うん、あれはたっぷり。ですねそうなん。だから、難しいっちゃ難しいんですけど、アイディアを提示してくれるんで、すごくね。こういうのも面白そうだなっていうので。 見ちゃいますね。なるほど。だから、こうやじっくり見てるからこそ、この主食っていうのを、またあれ、なんだろう。おい、おい、オリーブオイル。おい、オリーブオイル。おい、ガツオみたいな。おい、オリーブオイル。そういうことか。そういうことか。そういうこと。言われなきゃね。そうなんですよ。はい。主食。はい。主菜。神戸女子はパンでいいのよ。そうそう。神戸はやっぱパンだよね。まあ、確かにパン屋さん。多いイメージありますね。ケーキとかパンとかね。うん。あのパンの購入金額は確か。 あのー、日本で一番とか二番とか言うんじゃないあそうなんですか、うん、神戸うん<ー>そのぐらいそれとやっぱパン文化でいうと関西には食パンの5枚切りがあるでしょ五枚切り今5枚切りって言いながら3出したけど5枚切り関東は6枚切りでしょ <laughs> <か>関西は5枚切りもあるし4枚切りもあるよ3枚切りもあるほ<う>だから分厚いのをこうたっぷりもちもちっとしたのをね食べて、ね、で関東は割とカリカリっと焼いた <laughs> はいはいはい、あのー イギリス風トーストっていうんですかカリカリっていうのともっちり感っていうその好みの違いっていうのがえうどんもやっぱりもちもちっとしてるでしょうでそばつるつるっていうその辺の食感のあれが違うんじゃないかなるほど関西は4枚は普通ですか4枚はちょっと8枚切りはなかなかないですよねサンドイッチ用のは10枚で売ってますからねあれだったらいいんじゃない確かにコンビで買ううとと枚枚枚切切切り切り5枚切りだなな関東は少ないと思すか 生まれない。ちょっとの違いだけど、そういう文化の差があるんですね。一枚の差なのに。ええ、初めて知った。まあ、そういう主張の話ね。はい。さあ、早速、次行きましょうか。第四位。テンポいいな、今日。今日早くはい。八時終わるね。お、終わるかな。第二十三回目。はい。第四位。いきましょう。第四位はこちら。じゃじゃん。イスラム国。がらみで。 ね、イスラム教の関係の方がやってますけれども、えー、神様ね。アラーかアッラーかという問題ですね。これ本当にいろいろこうね、ありますね。うん、表記確かにね、アラハとアッラー。いろいろはないですね。ね、うんまあ、見ますね。で、こんな新聞用語集っていうのはあるんですよ。はい、これは新聞社はもちろん、放送局も表記に関しては。 ここれにね従うというととといろがほとんどと独自に各社でやってるところもあるんですけど放送局はやっぱ文字までなかなかねやるの難しいんで大体我々も参加してるこの新聞協会の用語懇談会でやったやつに従うとかそういう感じになってますがここにカタカナの,あの表記の基準っていうのがあるんですね外来語の書き方っていうのがありましてですねその中にまあよく出てくる言葉は集められておりまして「あら」。 はないんですちっちゃいやつは入んない,と,んないアラーというふうにこっちには書いてある、うん、書いてあるんですが最近結構「あら」っていうのが、ね、出てきてき、ね、でミヤネ屋でも出てきて、うん、うーんこれ「あら」なんだけどなでも専門家の方は「あら」っていうふうにちっちゃいつ傾向があるんですだからまあいかないれてもっていうところで悩んそのまま入れちゃったんですけど、はい うん悩んではいるんですね専門家の発音のあれで言うとアッラーを取るんだったらイスラムじゃないイスラームって伸ばすとかねあはい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 、はい、あ,あ,ありますありますその辺の,あの表記が全部変わってくるんですけどあ<ー>アフラーっていうのもあるんですかこれはあれじゃなくて違うのアフラーってあそうコーランはクラーンあークラーンっていうのをコーランってしてるから、えー、クラーンって書くのもあるんですよね、えー、でもそこまで専門的にしてしまったら今まであるて ある程度はみんな知ってたイスラムとかコーランとかアラーとかいうのが全然ん ってなっちゃうでなんかちまた違うものなのかなっていうふうに思ってしまいますもんね、うん、こうどうするのかなとアラーとアラーはなんかまあちっちゃい通ぐらいだからあれだけどポ、まあ、ーランとクラーンでは全然違いますもんねもう全然わかんないですよねイスラームもなんかなまってるような感じがそうですねなんだこの防戦はみたいなね、うん、<laughs> 何か意味があるのかなとかと思ってしまいますけどもつまりあのカタカナに書くときはその防戦が引っ張ってあるとですね我々はの伸ばすじゃないですかはい ところがあれは実はそこにアクセントがある。強くよ、ララっていうときにそれがあのちょっと長く聞こえるから強いから。だからそれを長く書くっていうこともあるんですよね。表記のあれとしては必ずしも伸ばすためだけの表記記号ではないというのが実態なんです。そこが難しい、ね。英語のなんかをあね言葉を聞いて、うん、そこからこの日本人がこう聞いて言葉にさ変わっちゃうとかね話しましたもんね。だからほら昔

ほうたい、ほうたいじるなじゃ。いや、英語な英語の。日本語に聞こえるけど、英語っていう、ほったいもいじんな。英語、ほったいじんな。ほったいもいじんな。あ、そうそう、今何時っていう英語ですよ。ああ、わったいについてなる。うん、わったいみすな。っていうの、ほったいもいじんな。へえ。っいうようなね。そうね、だいたいね、そうす。さざんか。そう、有名な、そういうのがあるんですよ。はお。 あとバスから降りるときにはね、あのどういうかっていうとね、はい、これはあの揚げ豆腐っていうと降りられますよ。揚げ豆腐。はい、ゲ e t off。揚げ豆腐さ、揚げ豆腐。揚げ豆腐っていうと。 降りられるって言って間違えて油揚げ降りられへんかったとかね。よくある話。知らん笑い話。知らないです初めて聞きまあの笑い話だと思います。知らないことです。すみません。知らない。あとほらあのアメリカでシカゴへねこう電車でアムトラックアムトラックあれ行こうとしてあの窓口で切符を買うときにねシカゴへの切符っていうんで。

フォーシって言ったら4枚出てきた <laughs> そこはわえー、っとちょっと八枚出てきたっていう有名な話があるじゃないですかこれ有名な話知らないこういう日本語と英語の語すっごい潰らない話みたいな感じ <laughs>、えー、超超有名な話、えー、僕は作ったわけでもなんでもないなるほどなるほどあそういうふうに耳で聞いた言葉の方が揚げ豆腐なんて オフって言ったって通じないけどあげたオフって言ったら通じるみたいなね I <get> off. あの空耳あーみたいなそう聞こえるようなやつがこういう意味だっ 別の意味になっっててるいうね英語で歌って何日本語の変な言葉に聞こえるとかねそういうのはありますどそれと同じようなるほねこれちなみに「アラー」と「アラー」っていうのは今「アラー」を使った結構やっぱりテレビ局とかそれによって違うやっぱ新聞社とかによって違うんですか基本はあのね今やっぱりちょっと「アラー」っていう表現ちっちゃい「つ」が入った方を使うべきではないかという声も上がってきているようで変更を考えてるところもあるみたいですね。 でまだこっちは変えるっていう話が出てるんけど、ーアラーのまま。うんでも変わってきてんじゃないですかね、ちょっとずつ。変えつまりちっちゃい積も。要はそこにアクセントアラーなんですよ。ーアラでもないし、はい、アラでもないし、アラアラってそこはアーアーラーではなくてより強いアクセントがアッっていう詰まった音で表記されるわけで。はいはい 速音をそのまま読むというよりは、やっぱり外国来の表記の場合、アクセントがあるっていうことを表す符号として、ちっちゃい数とかブーフバルを引っ張るが使われてるというところはありますね。なるほどね、うん。今のところはまあアラなんだけど、まあアラと書いてもわかるよねーぐらいのスタンスですかね。なるほどね。別にだからそれ間違ってるとかあってるとかではないんですよね。うん、ね、どっちがこう。 正しいのか、うん、でも通じるか通じないかっていうのがねこれだけアラーで定着しているものをコーランで定着しているものを変えるとなるとやっぱり、まあ、2年ぐらいやるとね継続的に2年ぐらい続けると定着するんですけどたまにしか出てこないとまた忘れるんですよ。毎日必ず出てくるんだったらもう変えちゃって2年経っちゃ間違いなくみんな、ね、あのえ前アラーだったえそうだっけぐらい忘れる慣れるのは早いんですけどね。 でもまたイスラム国とのニュースとかも結構ありますからイスラム国に関してはそれをどう呼ぶかか表記するもねバラバラというかいろんな意見があって定まらなくて国じゃない過激派なんだと犯罪集団なんだとかねどう呼人の名前とかもややこしいというかややこしいじゃないですかヨルダン人とかもそうですしシリアとかも。 あれまた音が違うこれはこっちだけど。人の名前ね後で出てくる。あ出てくるんですか。<laughs> あ出てこないか。あ出てくるか。そうそう,いう。この前出てきたっけ。この前はねあの錦織選手の話題で対戦相手かなんか出てきたんですよ。やっぱり出てきたあれ。はいあのあ<ー>プレイヤーで名前でち。ちょっと待って。あのこのえっと、ね、イスラム国関連の話ではないです。あ,あはい、はいうん、バブリンカね。あそう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 バブリンカかバブリンカ,リンカかね。マリーカマレーかね,ね。そうそうそう。あ。 エドバーグかエド,ド<ス>なんかとにかくあれはね現地音と英語の違いみたいで,でテニスはやっぱりワールドスポーツで英語が大会の標準だったりするので英語読みを、えー、することが多いと大会ではね。 でも、あのー、現地読みでやるとそこは違ってきたりしてワウリンカはこの前の要望懇談会で聞いたんですけど<ー>結局 NHK とワウワウだけがバブリンカだった<ー>他全部ワウリンカだ<ー>、うん、でバブリンカがえー、っとバブリンカが現地読みかなどスイス人なんでドイツ系スイス人でそ,のそれでいうとあれかな。 あのバブリンカなん,だけどんでも英語読みするとワブ中にはそのエドバーグはスウェーデン人かなエドベリっていうのがスウェーデン語に近いんだけれども、えー、どっちにしますかって聞かれた時にエドバーグ本人が「エドバーグ英語読みでお願いします」とかいうようなことを言ってたりっていうケースもあって。 現地スイスの人、スウェーデンの人だからって必ずしもその国の読み方を希望しているとも限らないいやいややこしいなもう統一してほしいですけどねなんかも統一って言われてもなもうそのメディアは全体でもこれ使いましょうっていうなるほどもうアンラーにしましょうとかいきましょうっていうふうにならないのかなって便利は便利なんですもう各社これはこれ使ってるこっちはこれ使ってるってなるとねまあわかればいいんですよ分かればいいんですけどねでもなんかえそれ何のことみたい なっちゃうとややこしいなというのはあります。ねそうですね。うん、はい。まあ、そういうもん。英語のことばかりになっちゃってますね。ほんと、コメントにあるように。英語のことばかり。<laughs> かか外来語のこと。外来語のことばかりになっちゃってますね、うん。あ、そう、サンクトペテルブルグとセントピーターズバー。ーね。あの、ブルグとかバーグっていうのが、城とか取り手っていう意味でね。 つまり昔の,そのヨーロッパの町はそういう城のように城壁で囲って町にしていたというところからそういう町の名前としてえブルグバーグというのがありますね。うん ブルームバーグとまた違いますねブルームバーグあれはね経済ですもんねそうね <laughs> 難しいこと知ってねダジャレですよダジャレ行くよ来るよみたいな感じですね、うん、なかなかいい感じですねあとマドリードとかバグダッドとか<ー>マドリードのドっていうのバグダッドのダードとかも同じで、うん、あれもやっぱりスタッドとかその都市っていう街っていう意味でしょうね、うん そういうのを結構語尾でね、同じ街のやつはあります、ねなね。その中に意味が含まれてるわけですね。うん、ありますあります。な,なんとかブルグもそうだしね。はい、今言いましたけどね。はあ。えー、っと、次行きましょうか。続いて第3位、うん、第3位行きましょうか。第3位は、あまた外国語。うん、はい。難しい。ブリスベーンかブリスベンかオーストラリアの。 年でさあよかった、行ってくださって、いやどこだったっけなとかって言いましたそう <laughs> あれと思って、オーストラリアでしょう、あれどこだったなけなとか思いながら、ドキ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 してしまいました。秋山さんは行ったことあるでしょ、もうちろん。住んでたあ住んでたこれ、どうですか、ブリスベーンですか、ブリスペーンですか,ですかああ、短いね。パッと聞いてて、短いととベーン、さない感じです。ね。ね<え>。ね。さなないんでですす、ね、今、ね、ブリスベン。ンわけです、ねそうね ビッグベンみたいな。全然違うね。実はね、そのビッグベンとブリスベンがちょっと一瞬紅茶ちゃんなって出てたときに、あれどこだったっけなじゃあ、ブリスベン、ああ、イギリスって言おうとしたら、危ねえと思って、違う違う違うと思って、あら建物だと思って、危ねえと思って、あら、ちょっと一瞬、失敗した。台本では言わないことになってたんだけど、台本はないです。危ねえと思って、胸をなで下ろしました。あ、そうですか。じゃあ、いろいろベン考えようかっベンカムね。 あうまいねうまいねこれはまただからそういうことですよねこれはですね実はさっきのこの新聞用語これ今回この間用語懇談会行ってきたんで休みに入る前にこれを見るとですね地名のとこにブリスベーンって書いてあるの伸ばしてるんですところが最近伸ばさない表記も出てきててまさにブリスベーンほあのほら錦織選手が 全豪の前に調整というか出たのがそのブリスベン国際っていう電子大会があったんですよ。それはブリスベンで伸ばさずに報道を各社していたあ確かに新聞もそうだ、うん、伸ばしてないですでもっと言うと去年のです、ねはい、秋にブリスベンでサミットがあったんですでその時はブリスベンサミットじゃなくて、うん、ブリスベンサミットって伸ばさないとお伸ばしてない。 でその辺どうなってるんですかっていうスウェーデンは伸ばしますねスウェーデンスウェーデンなならいですよねでもどうなんだスウェーデン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 とか言うと漢字で書けそうですよねスウェーデンエノデンとかねスウェーデンとかン 電車かスウェーデンというね電車が走っててブルーのは車体に黄色の十字がラインが入ってねみたいないいですねスウェーデン詰めでこれこれ走らしたらいいんじゃないですかね意外ですねねいい感じだよね本当にスウェーデンに走るような電車でねそうそうそう中で北欧のパンをっていうそ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 う関西の神戸の書籍だからねそうそうでそうブリスベンはいで去年十一月十六日付の外務省のサイトでは えー、G20、えー、ブリスベンサミット伸ばしてなかったんですけど、はいはい、でも実は外務省はブリスベンと。 普段は伸ばして<ー>で会議で各社どうしてますかというと、はい、NHK はブリスベン伸ばさない日、はい、テレはブリスベンと伸ばしてるがスポーツの大会などはスポーツ部の仕切りなのでそっちに任せてますから <laughs>、はい、ブリスベンオープンと伸ばさなかったとかね、はいえー、それからですねええー、とそうだなテレビ朝日とかはブリスベンテレビ東京もブリスベン。 だからやっぱりブリスベンが増えてるんですよ伸ばさない方が増えてるわけですね、うん、ではい、はい、共同通信がブリスベーンで伸ばしてたんですけれども、はい、実はそのサミットの直前にブリスサミットは短くしてるっていうのでブリスベン伸ばさないように変更したらしい<ー>共同通信まあこれ非常にやっぱ大きいですね共同通信の加盟者 の地方新聞なんかはみんなそのまま載っちゃってますからそういう影響で、えー、放送局なんかでも地方局は共同通信のハンドブックに従うところも多いんですよここが変えると結構変わるなっていうので今後ブリス・ベーンと伸ばしてたのは短くなる、えー、傾向にどうもありそうだな,なるほどさっきので言うとうベーンにアクセントがあるんだったらブリス・ベーンだけど どこにあるんですか、アクセント。リ、リにあるんですかリーナで、ブリスベンの方がまだ。ちっちゃい図が入ったりとかした方が。あとね、英語の発音をそのまま聞くんだと、ブリスじゃなくてずっとちょっと濁った方がいいんじゃないかと。ブリスベンの方がいいんじゃないかという意見とかですね。ブリスベインにした方がいいんじゃないかとか、いろんなそういうのもあるんじゃないとかね。 いろいろ内見が出てましたけどね傾向は短い伸ばさない方に変わりつつあるということですね山本くん鼻の穴開いているそう考えてるときは鼻開くのかわからないですけど花粉症だからいやいやそういうわけじゃないですよ花粉症じゃない何もないですけどもなんだろう。あい相手のところわかんのかな蓋ついてんの蓋 ねえんかそこまで見ていただいてありがとうございます本当にもうアップで見てるねアップでずっと見てるのかなズームしてるんじゃないですかね全然ズームしないんですけどねこの顔なるほどこんなことがね山本君と脇山さんの英語対決を見たそんなもんやるないからやい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  デイビ,ス,デイビス、デイビー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 ス。知ってるタコは全部言いました。そうそうそう <laughs> アップロードしてましたんでね。ああ、そうなのです留学しておりましたのでへ<ー>ー。でももう忘れちゃうな。

さてじゃあ次いきましょうか 2> 第2位まい,い,でしい,い参りましょう第 2, 第2位はこちらはい表記の問題でございます子どもの書き方、えー、子どもひらがなで「ども」と書くのか漢字を入れて書くのかということなんですけど皆さんどうですかね漢字で書きますかそれとも「こう」だけ漢字ですかねもしくはひらがなで全部「こうどうも」と書くか僕は漢字で書きますね 感じで、ああ、ドコモは関係ないよ。ドコモじゃなくて、子供の。わからなかった、今。今、広どいええ子供、漢字かな、漢字で書きますね。漢字で。漢字で書くよね、変換で、パッと出るしな。でも、これの、なんだろう、どうも、ひらしのバランス。ああ、すごいですね。どれが正しいということではなく、どれを使っても、別に構わないんです。がまあ、放送、関西の放送局はね。 あのドモはひらがなで書くのが多いですね。うん、そういう傾向がある。うん、で、各社どうしてますかっていう聞いたんですよ。そうかな。かなえっとね、NHK、えー、NHK NH は1番があのドモをひらがなで書く。で 2>,、はい、2番は漢字で書く。はい、と一応順位をつけて、どっちもいいんですけど、はい、優先順位はドモはひらがな。で日本テレビは、えー、どれでもいい。はい、なんだって確かに両方あるんですよ見てたら。はいえー、TBS も どっちでもただテロップのセクションで確認したところほぼ100%もどっちでもいいと言いつつどもはひらがなでフジテレビは報道では圧倒的に漢字子供ただ祝日の5月5日子供の日あれは あの固有名詞として「行動もはひらがな,な全部ひらがなです。よねあれはそう書かなきゃいけないからそう書いてますとそれはそうですね、はいえー、テレビ朝日は系列で「どもひらがなに統一しているとで、ね、これなんで「どもを漢字で書かないかというのは一つ論争があって年齢とかじゃないのかな年齢な<齢>なんんかかすごい幼い幼 生まれたばかりの子供だったらなんかひらがなとかあ<ー>そういうわけではないんですか。か生後三ヶ月の子供とかいうときに感じだと患者となんかそうじゃな,ないでだからなんかこうひらがなにするとかでもないんですか。ニュアンスあるかもしれないですね。うんうん、でもあのー、実はなんでどもをひらがなにしてるかという根拠の一つはどもともっていうのはおともだから、はい、おともするような意味合いは、はい、あの主体性に欠けるというか、はい、そういうことで。はい だめ、うん、っていう人たちがいてですね、はい、その主張も結構そうだなって認められてなってるんですけどいや本来そういうお供の意味はないんだよっていうようになってきてじゃあ漢字で書けばいいじゃんっていうので、えー、両方今あるな、うん、なんかかんかかわい <laughs> で例えば共同通信さんは両方の意見があってど、はいえー、子どものどもはあのー、お供だからそういうのを漢字で「とも」って書かない方がいいた、はい いう人とども、えー、だけひらがなで書くと混ぜ書きになっちゃうから漢字で書くべきだっていう人がいてで社会部の原稿はどもをひらがなで書いたのが多いけどその他は漢字で書いたのが多いとか傾向があるみたいですよ、うん、今日はんこれ多いですねこの統一感のない感じの,この、ね、今日ランキングは。 気になることがバラバラっていうなんかいろいろ今あふれててどっちって言って結局どっちでもいいみたいなもう県民賞じゃないわどっちの料理賞並みに決めてほしいですどっちの言葉賞ですねどっちの言葉賞的に決まんないんだよこれどっちって言うんだけど決まんない番組ですね解決はないわけですもんねまだこれ揺れてるってことですもんね我々は見守るしかないと思いますもんねその使われる今のその時代に合わせてそう 合わせいなですそううことんよ決めたら楽なんだけど楽をするとまたねいろいろ楽の背景にはなんかあるんじゃないかっていうのもありますけどねでも皆さんはどっちでもいいんちゃうとかという意見もありますしねどっちでもいいんちゃう普通に使うのはどっちでもいいですただ放送とか新聞とかでやるときはどうしますもしくは役所とかねこれも何で私が質問したんですけど会議で。っていうのはですね 2013年の9月に文部省内の公用文書での「子ども」って書くときは漢字で「子ども」と書くと統一をしたとでそれまでも実は漢字で書くってなってたんだけどバラバラだったのでえ統一しましょうっていうことになったらしいでそれなんです何で「子どものども」をひらがな書,書いてたかというと柔らかい感じがする漢字よりっていうそういう意見もあって子どもさん相手だから漢字はねやっぱり確かに赤ちゃんちっちゃい子なんか合わないなっていうのも 確かかもしれないですね。そういうニュアンスがあった。なるほど。まあ本当ちょっとだけのニュアンスですけどね。なんかね、こう強いあれはないですけどね。まあそんなんでどれでもいいんですけどね。でも一つの番組とかであんまりバラバラだとなんやねんっていう感じにもなるからね。まあその辺は緩くてもいいのかな。難しいな。なるほどね。最近変換でこう打ってたらさ出てきたら出てきます？もうそのままいやどっちも出てきちあ出てきます？子供出てくるよ。ひらがなも漢字もあ 自分の使ってるやつを覚えてるから自分のよく使うやつが最初に出てくるだけで2回押したら次も出てくると思う僕はいつも漢字使ってるから漢字が最初に出てくるから漢字で打っちゃうのかな、うん、それとねこの,あの用語集で漢字で子供って書いてあるんだけど、はい、それは実は漢字で書けってことじゃなくて、はい、あの小さい小さい子供ってあるんだよね小さい子は,、はい、はい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 え小さい子供こんな書き方をするのはこれは間違い これは間違いですよと<え>こう書くのは間違いですよっていう意味でこの小さいじゃなくて子っていうのを子供の子の方を使いなさいっていうのでこれは例示してあるだけでか漢字で書かなきゃいけないというわけでもないっていう話だったんで<ー>でもこっちに漢字で書いてありますよってみんないるですけどそういうことらしいんですねなんかいろいろねえーっていう話がありましたねん、うん、よいしょさて確かに ほら、いい時間じゃん第ちょうどいい1位まりましょうまだ8時10分前ですよっしゃ今日はいいペースだな <laughs> さあ第1位、はい、第1位もあドラムローブあ、そうですね第1位は <laughs> じゃんまたあの漢字の漢字表記の問題です兄弟子供の次は兄弟です <laughs> 兄弟が、はい、うーんとまあ男 三人兄弟とかだったらいいんだけどはい <coughs> 女三人姉妹でいいんだけど男女混ざってる場合ですねうん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 これその場合にどう書くのかという確かに書きこれあのロケ行った時でも迷うんですよ、うん、家族が時々その家族構成でお会いした時に、うん、あ男の子と女の子もいるあ姉妹じゃないあ兄弟かあどっかりは姉妹,いい、ね、姉妹じゃないですか、うん でも男の子も女の子もいる <laughs>、うん、まあそれはき兄弟だいで、ね、いいと思うんですけども確かに言われてみれば兄弟でいいんだけどその時どう書くかっていう、うん、なるほどでまあ結論から言うと各社大体のところは、えー、ひらがなで兄弟って書くことが多いって言ってたやっぱり <laughs> でも女の子いってもあの兄,弟の兄弟の兄弟でもいいっていうところはいはいはいまあそれでいいっちゃいいんですけどね混ざってたらね、うん、これなんかそうやって あの臨機応変に混ぜて姉と弟,混ぜて姉弟で兄弟と言います兄,兄妹で兄弟と言いますそれをねやりたがる人も結構いるらしいんですよ。ね<え>で NHK の人が言ってたのは今の,あの大河ドラマは吉田松陰とその妹の、うん、で妹の方の井上真央ちゃんがやってるのがここも見てないんですけど、はい、す井上真央は関係なく妹とお兄さん、はい。 これを兄弟のものが二人の兄弟これを兄妹と書いて兄弟と読ませたいっていう意見も出てきたけどそれはひらがなにしてくださいっていう,う話もあったらしいですねそうか別に漢字にする必要はないわけですよね,ね、うん、兄弟でかでもこれ男お兄さん妹なのに兄弟って書くとちょっとなんか間違ってるような気がしちゃうよね<ー>兄弟、まあ、間違いではないんだけどねまあ確かに兄弟と書くな兄弟それはねけどあれだなあの保護社会のことを、はい 昔は不警戒って言ってたんですよ。<ー>で、父、兄でしょ。で不警戒って言っても、だいたい来るのはお母さん。そうですね、女性ですも、ねうんね。で、だから、なんか合わないんじゃないかって言って、あの保護者会っていうね。ね父母会って言ってた時代もあったんだけど、お,<ー>お父さん、お母さんじゃない、おじいちゃん、おばあちゃんとかが来ることもあるので、最近は保護者会、保護者の皆さんへっていうね。う 父母会でも、ね、いいでですけどね、もも父とももまあほらどっちかいない人とかもいるしさいろいろそういうふうに考えると保護者っていうふうになっちゃうんじゃないこのこの不敬会って別に父と兄でなくて弟でもいいしおじさんでもおじいさんでもおばあさんでもお兄さんはこっか女の人でもお母さんでいいわけなんだけど。 うん、昔はこう言ってたよねねなるほど、ね、これがダメっていうふうになってきたらやっぱり兄弟兄弟って書いて女の人が入ってるのはどうなのって感覚になってきたのはこことつながるのかななるほどね、うん、そういう気がしますね。で、うん、例としてあの田中理恵さん、はい、体操の3兄弟。 えっと、あそこお兄さんで田中利恵さんで弟がでんね男女女っていう風な、はい、こういう時の兄弟どう書けばいいのみたいなね3きょそうですね三兄弟兄弟,兄弟ひらがなまあ理論的にはそれいいんだけどなんか落ち着きがばらける感じですねひらがなだとねうん,うんんまあもう漢字変える。<laughs> 三兄弟でも大体妹が取り上げられることが多いのに兄弟兄弟は兄弟でも別にいいかな分かるもんな確かにでもそれは三兄弟ひらがなでもいいんすかいや姉弟とかもし書いた時に姉弟って書いたら兄弟と読ませるのか師弟と読むのか兄妹って書いたらこれは兄妹って読むのかうん ちょっと違う感じがすするんですよイ、ねねま、マイとか言われてもね、指定っていうと、この弟で弟、子みたいなしした指定関係みたいな。<laughs> あ指定関係は、あそうか指定,指定ですもんね。指定関係はね、教師の死に、ね、弟,でし弟ですもんね。でも指定っていうのは子にか、この弟。<え>両方あるんだよちょっとひ<し>引いてみて、辞書指定,指定で2つあるはずだよ。子どもの子の場合。 の言葉と。こ、これ。ああ、これだ。これかな、これと。子供のことに弟。あ、そうそうそですね、で、師匠の弟子に。ね、これ両方ありますもんね。弟っていうのもあるわけですね。うん、指定関係は師匠とその弟子の関係だから。そうですね。うん、これですね。すねはいはいはい、<定>先生と生徒とか、ねね、上の方ですけど。はい その先生の下の弟子っていうときは、弟子をひっくり返したしてっていうこと。下がして、もう二つあるな。なるほど。子女もある。子女は。子女。子女って言っても、別に女とは限らんな。子女。引きますと。あ、そうか、子女。そだけ。いや、いや、でも、息子と娘か。帰国子女って、別に男子もいるもん。あ、そうか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 。女の子だけじゃない。もんそういうことか。子女と言いながら。男もあり。 なるほどね、つまりやっぱりその「兄弟とかそういうふうな言葉に実はあの男女の性別の区別はつけてなかったというもともとは。でも最近そこを意識し始めて文字の男性女性というジェンダーを意識することによって違和感を覚える人が増えてきてだからそこを整合性を求めようとした新しい読み方を表記を やろうとしてる。まあね敏感になってきてますからね。そういうのはね。そういうことなのかな。なるほどなるほど。そう。もしかしたらじゃあその帰国子女っていうのもなんか変わるのかな。帰国子なん。帰国子でしてしてでも弟兄はとかいう。そうですよね。帰国息子息子。帰国娘娘。モーニング娘。帰国娘あるっていうのはそうですよね。ね。 これいいんだよなんか出てきそうですけどねユニットでねなんかね、うん、<laughs> 帰国史上 48, <laughs> 48かそうですね KSKSJ48KSJ かそうですね国 s j 4 8ね 全部英語の歌。日本語の歌を歌う。それ洋楽でいいじゃないですか。日本語の歌ちょっとね、あの片言だった。そんなことあるよね。ちょっと片言に日本の曲を歌う。そんなことある。プロデュースですけど。はい。なるほどまあいろいろそういうのが。小工場、小工場、小工場、小工場ってあったんですか小工師。小工あって小工場。あれは男女区別か小工場。 あ知らない商工所、商工所、商工師っ,って言うんですかいや、作品を知りませんか、ここここお話を。商工師、商工所、<ー>両方ありましたね。商工団はないな。なるほど。えこれ何なのか、ごめんなさい。有名なえ有名。商工所の下に書いてあるのはね、コーナゴって言ってね、あの魚だね。 小さい女の子ってコウナゴっていうのは、これは魚の名前ですね。はい、これは単に当てはめたダジャレのように書かれてるコウナゴね。はい、書いてくれましたね。コウナゴとかイカナゴとかね、いろいろありますね。はい。まあそんなところでうまい具合に万外変なかったですね。番外編ね、万外変。なんかどっかで現れるのかなと思って不意なん フェイントかけられて。フェイント、たまにはそういう時もないと。しかもほら、休みだったから、そんなにストックないって。でも、あのブログみたいな、めちゃくちゃ書いてありましたけど。それは1月中、2月の頭まで全部書いちゃった。なるほど。ストック分ですから。なるほど。はい。そうなんですよ。これから、だから、読書か、感想文を書かなきゃいけない。また、あれですね。そうですね。そうですね。今回読んだのは、全部良かったです。欲しい。三つ半から四つ。もしくは五つっていうね。そういうの、これ。 写真集つですから当然貴重ですよねねぜぜひひもうだっ時からずっと9冊増刷しててね2011年9月3十日第1隅第1冊が出てから2013年12月第9冊こんな方がね佐藤千春さん写真集ですからね。 ということで、えー、今月の言葉でしたベストファイブでございましたトップファイブねはいさあで、えー、この後はですね何をやるんだっけここ、ね、前回はのやりかった方こよみだったんですけども、はい、前回はその話が長くなってしまってっ長くなったのと前回ほら30分遅れてそう私が目の検査行って,て、ね、そうなんですよねでもそれもあったんですけどまあ、ね、話も長くなってしまったっていうのもあそうそうまあ切りのいいとこで残し終えにしまし、えー、今月やろうかとそうなんですよ。はい 疲れているからペースがいいわけじゃないんですよ。じゃない、そういうことじゃないです。やろうと思えばできるんですよ。え結構やりましょうか。なんかいいですね。こうやってなんかテンポいいのも。そうそう。余裕がある。余裕ありますね。なんか。どこで終わってもいい。そう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 。やんなきゃ、やんなきゃ、でも時間が。ああ、次。だったのが、こういうふうになった。ね、いいですね。なんかすごく、あの、すもちの余裕と言いますかね。うん。やりやすいな。これもいいな。 じゃあ5分休憩する。<laughs> <laughs> なんかのなんかクラシックコンサートみたいな感じなんだろけど、そうですハーフタイムで、ねえー、じっくり考えられます、ね。そうですね。うん、慌てる必要がないね。いさあ小読み、暦暦ですね。暦先ほどね、ちょっとね、うん、天の天気予報でちょっと出てきましたけどもね、暦っていう意味、ね。えっと 何でしたっけあの二十九日っていうね<ー> <laughs> うるうどがそ二 <laughs> 月二十日ついつい日曜日まで書いちゃったんです二十八二十九三月一日なんですよねあの日曜日ね今週というかあれも難しくてさ <laughs> お読みで言うとカレンダーはどうですか皆さんあの週の初めっていうのは日曜日月曜日どっちですかそう これね本当ああ予告とか何かするときにあれ日日曜日今週とか来週とかねか先週っていうときに週の始めがどうかっていうのが日曜から始まるのか月曜から始まるのか <laughs> 会社とかいわゆる社会の学校の生活とかは月曜から始まるじゃないですかだから月曜って感じ。 でも普通は日曜からを週の初めと見るんですよ。ねもちろんテレビとかの告知とかね、うん、そういうのではもちろんねそれに合わせて日曜日が週の初めだっていうふうに考えて、うん、もちろん今週先週使い分けてますけどもあのねだからできるだけそこを実は前 NHK が調べて週の初めは何曜日ですかっていう調査と週末っていうのはいつですかっていうその辺の調査をするとやっぱばらけるんですよ。 とということは皆さんの思ってらっしゃる感覚が人によって違ってえそれがこんな人とこんな人とこんな人じゃなくてこのぐらいとこのぐらいとこのぐらいになっちゃってるの、はい、だからやっぱりそこに誤解を招くような表現はやめたほうがいい結構調査すると何。バラババラララなんだからあの一番危ないのは日曜日日日曜日に今週とか先週とか来週とか使うと間違っちゃう恐れがあ、ね、る。うーん 僕的にはその日曜日はもう週末、週の最後で月曜日があのそのスタートというか、うん一,般ね、一般的なものはそうなんですけどね。感覚、うんね、はそっちだけど、うん、どっちから始まるのって言われたらいやあの頭では日曜日からって分かってるけど、うん、でも週末ど土土,土日だよね金。金曜から入れるよ。うん、金土日ぐらい週末。週末週末だからさ花金で花金なんて死語かもしれないけど。です花金死語。 花金は。皆さん花金はしごですか、ね。今使ってますよ、普通に。使ってますか。僕もだって普通に友達といる時も、今日花金だから盛り上がろうぜとかって普通に使いますもん。いや、山ちゃん使ってて、周りの人は使ってない僕のこの言葉の常識が一般の常識ですからね。ええー。<laughs> そんな間違った意識をお持ちですか。<laughs> 花金はしごじゃないですよ。大丈夫ですよ。<laughs> ほら<え>カ。カレンダーの頭日。<え>あ、そうそう。あ、そういえば、毎日が日曜日っていう方もいるす。 あの竹内まりやさんの曲になりましたね。毎日がいい。あれ、ごめん、あまたもうだもうすみません、確認してからちゃんと言うようにします、反省。違かった、ごめんなさい。何を言おうと思って、今、違うか、違かった違違違うううって言われても、私、どうすればいいんでしょう。いや、またもうあーと思っ全然違いますはい毎日が日曜日。毎日がスペシャルでした、竹内まりやさん。毎日日日曜っていうのは 本のタイトルですね元々は<ー>、えー、城山三郎さんという直木小作家がいまして <laughs>、はい、もうお亡くなりになってますが<ー>この方の,あの作品が「毎日が日曜日」っていうのがあって<ー>そこからよく使われる要はリタイアした方が「ううもう自由だから会社行かなくていい」「毎日が日曜日に会社行かなくていい」っていう、うん、そういう定年になってどう っていうのを書かれた作品から取られてるんですね道浦さんのこの前の二十日間の休みは毎日が日曜日ではない定年のことで毎日が日曜日僕の休み,、ね、休みが多い,いちゃんと曜日があったんですよそうかそうかそうそう子供の送り迎えとかそうそう送り迎えとか <laughs> えこの日はあの塾の帰りが何時とかこの日はプールからの帰りがどうのとかなるほどでこの日は僕が歌の練習に行くとかこの日は自治会の会議があるとか曜日がちゃんとあるん時間を忘れて過ごした休みもありますけども 道さんの二十日間の休みは暦を気にしながらっていう。そうそを気にしながら。前半はね、前半。遠く行ってた時は気にしてなかったですよね。忘れますよね。旅行だけは忘れるね。あれ、昨日何だったけ。さすがに旅行は忘れるね。あ、今日電車休日ダイヤだ。あ、そうなそうそうそう。四日間の短い旅でも、やっぱり旅行に行くと曜日は忘れる。そうです。そういう意味では毎日が日曜日。そうですね。四日間だけ毎日が日曜日。でも最近ね、旅行に行くと。 あの外国人の方多いじゃないですか、中国人とか。ああ<ー>。時々春節祭ですごい<れ>多いらしいね。今日、あれ平日だったよな、あれ、あ、今日休日かみたいな、時々でこんがらかる時あるんですよ、その公共。あまりにも人が多い。そう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 。時々こんがらかる時がありますけどね、混乱する時がありますけど、あのー。あの、えっと、何曜日だっけ。土曜、ど、土曜日、日曜日。日曜日か。はい。あ、散髪行ったんですけど、心斎橋行くんですよ。<laughs> はい。心斎橋って、<laughs> すごいどうでもいい情報だと。心斎橋で散髪行くかれるんですか。 そこ行った時にその散髪のお兄さんが「はい、いやもうなんか中国人ばっかりめちゃくちゃ多いですね」っえっ容室にも来られるのえ来るのでいやいや街へこう出て通<あ>る時にもう取れないぐらい人が多いだってもう本当トドラッグストアとかそうですけども本当ト心斎橋とか難、うん、波とかそうなのめちゃくちゃ多いですよ、はあ、いやもうここ23地そういうねうニュース

来られたらちょっと困るないやもうほんま日本人よりも多くてね人口よりも人口ね, <laughs> ね多いんじい、ね、人来られたらこれ負けるもんね深井、ねね、だってもう二百万やら三百万やらすごい今落としてくれてね落としてくれて兄景気が良くなるのは兄者俺,俺もらってない いやでも日本の景気ね全体が分か,かないか、ね、日本の景気って言われてもな、よくわかんないな。う,いうちうち来てね、200万とか300万まね2億人が落としてくれてみんな喜ぶよね。そうだからあの春節だったりとか小雨のねあれですもんね。そうだからあれはやっぱり我々で言うと昔さ昔っていうか何年か前もそうですけどゴールデンウィークーで日本の小雨で。 休みだから他の国は別に関係なかったし、どどっと愛国の平日に来るわけですよ。あれとと同じこだから中国人が来ても、ああ、ね休みだからもちろん来てるわけであって、別にね、なんでこんな来るんだよって気持ちはなりますけど、それは別に中国人でなくても、人の多いところはあるけど。 暦<あ>、ね、の言葉ですからねの言葉ですからいろいろ脱線してしまいましたけどもね暦、うん、ねカレンダーその曜日もあるしこの間二十四節気この間薄い薄いね薄いですよね雨,雨水と書いて薄いああそうです <laughs> えでも今え今も二三日前薄いだったんじゃない<で>違うえ今書いたのどっか行ってたの書いてる 今は。景実が待ち遠しいなというところでしょう。三<も>月の四日ぐらい。今雨水というのは二月十八日。この間、雨水、雨水を過ぎた。降りが溶けていくと間だよね。はい、ね雪が溶けていく。一瞬から。その雨水を経て、はい、景実、春。虫がこう這い出してくると。はい、で、えー、春分、春を分けると。 春の長さと春の長さじゃない昼の長さと夜の長さが同じっていうのはうそらしいですねあれね春分秋分あへえ同じ長い昼と夜の長さが全く同じではないらしいですね逆転した時っていう感じえいやほぼ同じなんだけどちょっとやっぱ地軸がずれている関係かなんかで多少違うらしいなるほどなるほどそれでこの間暦といえばさ何十年かぶりに 来年の春分秋分の日か、はい、なんかは9月22日か23日かにするって決めたっていう記事が出たよ、はい、あもうボロじゃなくていや,いやいやいや<え>毎年あれは決めてるんですけど、はい、何年かに何十年かに一度ずれることがあるんだっていやいややっぱちょっとずつぴったりにははまってないんですよね だから22か23日頃でしょ、はい、3月23日頃とか9月23日頃なんだけど、ね、22とかなんかずれる時あるんですよ。でその何十年かぶりにずれましたっていう記事が出てへえ<ー>すごいな今年はじゃあ 来年かな。来年九月二十二。今年今頃決まってももうカレンダーに書かれちゃう。来年九月二来年のカレンダーに書き込みに当たるんじゃあ九月二十二日しっていう日程を変更しようと。ルードね。はいはルードってほら二月二十訓示がある。うんあのあれはいつになるか四年に一度ですが。はえ直近でいうといつだったか覚えてますか。直近でいうと一番近くの過去において。 <え>いやウルー年一番近かったのは何年近かったのは何年 ?4 年,4年え4年に1回ですがはい、はい、一番最近のウルー年は西暦何年ですかって聞いてる、はい、えー、と最近は <laughs>、うん、最近は、うん、えと、うん、最近は、うん、今2015年ですよ、ね、15年だから、うん、えーと、うん 遅いな四4年に1回4年に1回って言ってる今年は違うでしょ去年も違うでしょ去年も違うそれ1年1年まさかああどうだっけ去年はって思い出してるのこれはだから4年に1回の4年というのはどういう時か覚えてないとパッとだから2008の2012年か2012年今オリンピックを今必死に思い出しました 北京オリンピックの2008年だからみたいなじ。じゃあオリンピックちょっと遡ってみよう。えー、ね、もうね。えー、前回のオリンピック2012年。ロンドン、ロンドン、ね、ロンドン、ロンドン、ロンドン、二千ド年ロンドン、ロンドン、ロンドン、年ンドン、ロンドン、ロンドン、ロ年ドン、ロンドン、ロンド 2000年,が2000年あもう危なくなってきてる。ちょっと待ってくださいね。あって、お前が2000年。そうですよね。なんか2000<年>あれ2000年。2000年。2000年。2000年2000年ああ、ちょっと待って。ちょっっと待ってヒント、南半球。えーっと。<laughs> え,えーっとお。南半球だから。 じゃあ1996年でもいいよ <laughs> その前でもえ96年いやいや、うん、とにかく思い出してよ、えー、<laughs> 何でもいいけどちょっと待って2000年より前の何年の何オリンピックって南アフリカはねあのオリンピックじゃなくてねアト,アトランタが96年ですは,年はいその間ですアトランタとアテネの間南半球のあそこであったでしょうあり <laughs> と待って、ね、<え>ほら ほらほらオペラハウスとかあるさあシドニーオリンピックだそのシドニーオリンピックのあった2000年は実はウルード氏ではなかった<え>400年に一度、はいえー、4年ごとにウルード氏で調整するんですけど400年に一度2月29日がない年だった。

すごいことですね。ウウ2なのに、2000年、え、なんで今年ないのって、そしたら400年に一度そういう年があるんです。<ー>不思議だよね、暦。何がどうそうなるのかわかんないもの、あれ<や>の動きじゃな,い動きなんですけど、それでようだからここ人間だから、もっとそう、暦ってなんか難しいんだかそうやってなんかこうできたな、<laughs> うん、そういうシステムがというか考えて。うん、本当に 理系の方はすごいです。ごいなんかもう難しいなと思うんですよね。文系はわかんなぁ、わからんわ、そんな。かんないんですよ、もう。文系なのにさらにウルー年のウルーって書けないでしょ。いやいや、書けますよ。書けんのもう、書いそう。うだって。あ、そっ、もうこっちでいいよ。大きく書いて、大きく。それは書けます、書け書けんのえらいな。これは書けますよ。あっこれは書けますよ。 おかけた。ブルード氏かけました。かけパチ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 これはかけますありがとうございます。なんかあんま嬉しくない。文系だ。そう文けど常用感じじゃないよこれ。あそうなんですか。うん。表が見ません？まあ見るけど。ね見ますよ。あパチパチパチが三つしかない。ね道浦さんとかがいた時とかさっきねオープニングとかだとパチ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 。そうそう十五回ぐらいのやつ。そうそう三つしかない。三つしかない。みんなみんなかけるんですかね。

月日ウルービョはもうなくすとかいう話もあったねうん協定世界時において世界時との差が大きくならないように加える余分の病ウルービョなんかこれもうなくすっていう話もちらっと聞いたようなおお。でもそのまま続いてまウルーフンってないのかなウルーフン何でもありですねウルーフンはないねウルー時間ないなウルービョウかウルー時間もないね 病と日と年だけうそうですね出てくるのはあウルズキはあるそれはね陰暦でしょうウルズキはえ陰太陰暦で十二ヶ月の他に加えた月これはだから十二月が二回あったりとかなんかそんなだったらしいですねややこしいですねそれそうウルズキに生まれた人なんか誕生日がややこしいよね2え二月だからあれ二十九日に生まれた人はうんあれは四年四年に一回しか誕生日来ないのかな だからいらっしゃいません2月29日生まれの方で3月1日とかなのかな、うん、え月28日に誕生日してんのかなお祝いはいつするんですかね28日の深夜あの午,後午後11時59分59秒で<ん>次の,あの3月1日の午前0時0分の1秒に行く間。間そこの

昭和何でしたっけ、六十四年でしたっけ、六十四年。あの短い期間に生まれた人よりも、探すのは難しいかもしれないですね。昭和六十年は一月七日まであった、ね。ですよね。だから。二月八日からが平成元年。ですしね。はい、二月二十九日に生まれた人。昭和六十四年のね。あの効果ってあったと思うんですよ、確か。え、あのコイン。 刻印されてるやつあこうか。はい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 。昭和64年。あれは少ないよね。<ー>あ,あ,あったのかもしれないです。確かあったと思いますよ。<ー>10円玉か1円玉か忘れたけど。え<ー>あれは貴重ですね。なるほどね。それもまああれですけど。2月29日。うん、2月29日生まれのと思った。ねえいないかな。 古読みの話古読みの話というかね古読みあのねなんかあるかないやねいろいろねなんか調べてきてるとねなんかいろいろあるんですよこの前もだからちょうどね前回時間がなくてあまりその発表することはできなかったんですけどあの二十一席からそこから七十二項とかあ七十二項そうそうそう名前しかあん雑説ねそうなんですよざでその最近ね時々聞くね七十二項とかね七十二項でもなんかこう雑説朝書いた方がいいですかねいや全部書かなくて 例えばみたい二十四節気が立春とかね薄いとかその慶日とか春分とかっていうのが二十四節気は季節の気じゃなくて気分の気でいいんそうですね気分の気ですで七十二個ね72<校>これもう七十二と読んじゃダメよ 七十二校ね。なんかね、雑説、雑説とか。ね、今回のこのテーマが読みっていうのを聞いて。調べて聞く言葉が結構あって、なんかもうわけわからんかなって。聞いたことないことばっかりだった。いや、七十二校。七十二校ってどんな。いや、これね。七十二校ね。全り具体的には知らないですね。私も。だから、例えば。あれ、ちょっと書いたもん、ちょっと。 だろうあ半月賞は聞いたことあるあうあでもそうだ七十二口の,の一つなんだで半月、ね、夏夏半分の夏の生きるってはい、はい、そうですね半月賞聞いたことはありますけど具体的には知らないですね。うんうん、ここれれれはああかれ全部入ってんんだねねねも七十二の中に含まれるででですす、ね、そそううう、ね、ういいと感じでここ 調べててなんかね七十二項とは二十一世紀をさらにおよそ5日ずつ3つに分けた期間のこと、うん、あなんかね4文字熟語みたいな3文字熟語とかそういう感じで書かれてますねなんか気象の動きや動植物の変化を知らせる短文のことっていうふうになってるんですけど「うん、古知回盗」立春のあと「古知回盗東風回答って書いてあったりうん。う 難しいね。そう、だから、どう。<laughs> あ、め、めばい、ね、ずる。あ、難しいな。これ難しいわ。そう。これやっぱ道ちさんでもいいんで。知らない、知らない。視聴者に、こう、どう伝えればいいのか半。<laughs> 半夏生。あやめさく。半夏生しかわかんないんですよ。うん、七十二、ここ使うもんですか。 多分ね俳句とか短歌とかやられる方なんかは21世紀だったらねもちろんそうやって、うん、あの天気予報とかでも使いますテレビでもよく聞く言葉なんですけども、ねうん。これは難しいななかなか説明が難しいし<う>あまり見たことはないですねはい。 もっとね噛み砕いてそのことを言ってはいると思うんですよ。発生的には二十一紀がまさか二十一席か七十二項だなと思ったんです。全部中国のものなんですか。中国のもの。中国のものなんですか。中国のその小読みですわ。でどういう小読みかというと、うん、農業ですね。はいはい、農業をする時のその。 えー、ここで苗を得るとか、カントリとか、なんとかっていうふうな基準としてのスケジュール表、工程表ですね。うん、それが、まあ、暦ですね、日を読むんですね。もともと、そういうふうに前、前言ったけど、あの、火曜日から来てると。はい<ー>。ええー、二日、一日、一日は別として、二日、三日、うん、四日、五日、六日、七日、九日、十日。と 火がつくで「しょか」を読むから「かよみ」って言ってたのがなまって「こよみ」になったっていう話ですねうん、うん、そこから来てるんだけどやっぱり農業の中,中で天体の動きを毎年毎年こう回ってくると、はい、でどういうスケジュールを立てればいいかというための目安がこれなんでしょ、ね、うね、うん、そのののがまたね。うん 日本の生活の上で必要なものが取り入れられた日本製のものっていうのが雑説そう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 そあそう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 そのそう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 とかそうとかそういうそ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 う

二百二十日じゃない？二百二十日か。<laughs> 日君の書いたつがちょっと小さく見えたけど、<笑><笑>それどう見たって二十日って書いてるんだから二十日だよね。二百そうだ。二百二十日。二十日,日ネズミの二十日だよね。二日。ハッカネズミだと違うネズミになっちゃうもんね。二百ハ二十日。二百二十日。まあ二百十日、二百二十日両方、そういう台風が来たりして、稲、えー、の刈り入れにね。

ことがあるって聞きますけどね<ー>ええ、あなたの住んでるとこは違うようですけど <laughs> 違いますニューバイっていうねニューガンみたいなねいや出てこないわでもん二十四世紀にまつわるニュースあのねニュースで結構そういうあのー、そうそうそれがあるんですで暇ネタっていうのであるんですけど、はい、それをですね我々あんまり あのまあ言うても都会生活をしていると父と親しむことが少なくてですね、はい、季節感がないそこでもってそういう暇ネタの二十四世紀のニュースをや,らやってもですねあんまり実感なかったんですよね若い頃ろ、うん、こんなのやる意味あるのかなみたいに思ってたんだけど年いってきてからやっぱりあ大切なんだなとこういう流れをね、はい、うん。 ちゃんとあの伝えていくことって大切なんだなとまさにあの三つ五郎さんと同じような気分になるわけですよやっぱりその天体の流れっていうか季節感とかさそういうのは大事なんだなってでそれがほらいろんな商売にもつながってくるしさね気温とか天気とか農家だけじゃないですからねそうなんですそうなんですそうなんですだからよウェザーニューズとかその えー、気象会社も非常にいろんな服の会社とね契約して出たりして今年の天候はどうかとかね,ねまあやっぱりいろんなせに日本人じゃないね人間の生活と気象というのはつながっていてその気象を知るための手段の一つが こ大体でも天気予報を調べちゃって気温高い低いとかそれはね本当に目先のここだけしか見てないもっと長いスパンでどうかっていうのも含めて1年2年3年そういう周期ではどうなのかというのも含めてもちろん目の前の明日の天気今日の午後1時間後の天気っていうのも必要だけどそれは今だけなんでそれでは商売できないんですね逆に生活は今だけじゃない。 中ぐらいのスパン長いスパンっていうので見ていくっていうのが。

こんな入社してから、道ちさんに言われて知らないのか言われてそれで急いで調べたのって全部は知らなかったすねでも芸術とか立春とかねそういうのはねあるんですけど節分は雑いじゃない雑説になるのかな湘南とか湘南とか帽子とかあんまり聞いたことなかったそういうのをぱ道らさんに入社したときに聞いてっていうのがあったんですけどもねそうですね。ああいうニュースは毎年 読みますね。お彼岸は春も秋もやっぱりお若参りのニュースがありますね。そうですね。彼岸。お彼岸、そうですね。京都の。入売梅雨に入ること。そう。え、しゃに、しに、しゃにち。え、しゃにち。あの、社会の社って書いて、ひ。あ、知らない。しゃにちっていうのもあったんですよ。なんだろう。しゃにち。しゃにち。しにち。 社日は歴中で旬終旬に最も近い土の絵の日。ああ、ここまで来ますか。実感十二時まで。一節に立春立秋の後の第五の犬の日とも、また旧暦二月八月の木の絵の日とも言うと。うえー、はあ、難しいですね。すね <laughs> 調べていきまし調べていくと。この土の神を祀って春は五国奉上を祈り。 秋は収穫のお礼参りをするだから社に参る日っていうことですけどねあんまり参らないしな秋分に最も近い日っていうふうになってたりさっきのさバイはアクセント乗ってんじゃないいや調べるとね乗ってないんですよまーバイっていうのも乗ってっちゃうえ乗ってます平媒ですそれは乗ってるやろ 十倍、うん、乗ってないんですよって NHK の人怒っちゃうから <laughs> あらあ、乗ってたまあ、こう読みはあと何があるかな何の話があるかなどういう、あまあまあ雑説もそうですけどね最近の雑説は例えばあれですよ、はい、バレンタインデーとかね、ホワイトペンとかね,あ,ねううあれは新しい雑説なんだよね、要はねチョコレートの人があるいうのってのはどうなんですかああ,なんかあ,あいう記念日はのちょっと商売関係で出てきてるので うんだからその業界によっては一つの暦であってあ新しい挫折なのかもしれないね<ー>、うん、いろいろあるじゃないですかいい夫婦の日とかありますもんねねあれだって365日なんかに記念日なんでしょ <laughs>、うん、あおととい猫の日だったんですかあそうそう 2>, <ー>2月2日にゃーにゃーにゃーで猫の日ということは1月11日はワンワンワンで犬の日かな。か たぶんそうじゃ違うそうなのかなワンワン11月11日をじゃワン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 でうるさい犬の日確かに22月22日はにゃ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 ャーでうるさい犬の日あとでも成人の日とかそういうのはね成人の,日の,日の日 <laughs> それは祝日ですからねか文化の日とかでもそういうのも、はい、文化の日はもともとは明治節で明治天皇の誕生日ですからね<ー>、はい、まあ 祝日も小読みだ。祝日全部言えるうわ、一月から順番にですか順番に言わないと、だってどれ言ったか忘れるでしょう。はい。言ってみよう。いきなりえちょっと待って。一月から始めろって言ってのにいきなりえって。いやいや、えじゃないですよまず出なきゃ。緑の日。 ちょっと待って、1月から始めるのになんで緑の日なの <laughs> 君は元日を休まないのか <laughs> あー、えっ、ー、と、元日です。1>, 元<日>1月1日、元日、祝日ですよ。緑の日、日すごい休まない人ですね、あんまりね。ね、えー、え、なんでそこで、1>, 1月あるでしょ、まだ。 えー、1>, 1月元日の次あるでしょ君迎えたでしょもう10年ぐらい前に9年前かが10年前九、えー、年ぐらい前ああと成人の日で憲法記念日え違,う違うでしょう<う>今県だけだよやってんのは <laughs> 2月二月 1>, 1月終わりね 2, 月, 2> 月終わり月建国記念日違う微妙に違う建国記念の日あ、建国記念の日はいまあほぼあってる 2月はないね。はい、3月。で、はい、てて、うん、これはあかん。そうだよね。1月からって言ってね、緑の日って。<laughs> そんな飛ばし方ありますかえ ?3 月。いや、見ちゃダメだよ。見た面白くないじゃん。見て言えるんだったら、それを提出していただければいい。三月。3月。憲法記念日。 えー、<laughs> いつからいつから3月に憲法決めの日緑の日緑の日,緑の日が3月になったのはいつから体育の日体育の日がいつから3月になったのいや二十四節気あったんでしょそれと合わせて<ー>考えればいいのそうそうえっ、ー、と…えっと春分の日春分の日春分の日はい、春分の日だけだね3月はねひな祭りは違うしね4月体育の日4月に体育の日があるの <laughs> 待っていつからはいえまだみえ四月だからうんエイプリルフールはなしよエイプリルフールはダメ当然なしよエイプリルフールはダメうんダメねえ憲法権憲法権が四月のわけないじゃん待って待って待って四月だよ四月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 ですよもう日付言っちゃうよはい四月二十九日二十九日緑の日 あのねそれ緑の日って言ってた時期もあったねいや今違います適当に答えちゃあかんよそうそうそうそ月そう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 そ緑の日いやだから緑の日じゃないって今はえうんだなんそう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 うそうそう 昔、まあ、これ言ってもなんかある人の誕生日だった日です昭和の日そうそんなにそんなに自慢げに言わなくて <laughs> <laughs> はい4月終わりましたはい5月入りました5月 <laughs> 5月多いよゴールデンウィークっていうぐらいですからねそうですもんね、はい、5月はどうかな ねいや、休みたくないんだ。休みたくないですからね、そうあまりね。働くの好きだから、祝日なくてもいいと。そう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 。さっきからあんだけ言ってたの、言わいいのになぜ、言わないんだ。えっと、体育の日。いやちょっと待て。もうやめましょう、もいや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 。ああ。 ああえ習ったけど習ったけど <laughs> ちょっと嘘いや待ってこれは憲法改正の前に <laughs> 憲,法憲法が何たるかを学ばないと改正もできな日本,日本国憲法が公布された日う <ん S 1> <laughs> 違うね施 <laughs> 行された日そう施行された日施五月十一ああそれ誰かの誕生日だない五月十七 いやなんでそんな適当なこと言うのかなそじゃないだったいやどうでもいいけどゴールデンウィークでしょそんなとこにゴールデンウィークあったっけ ?8 日。ゴーールデンウィクあれほら4月29日の昭和天皇の誕生日だった昭和の日緑日になったその辺からゴールデンウィークでしょ ?4 月後半ぐらいからそうですよね。4月29日で土日が入った4月後半ですけど。月の 六ぐらい。まあ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 そういうことですよね。それなのになんで十一、十七、八とくるわけです。違うでしょ。差してるところが。ここがここと来るわけです。そ五月四日とか。五月四日な。五月三日。まあたまんなか一キョな。五月三日四日。うん。え本当知らないんだ。いやでもいやこれはダメだよ。ダメですね。 五月三日ですよ、法記念日五月三日はい。そうだ。で次が。憲法記念日憲法記念日ポーキネンビが来て。そして。その辺、連休でしょ連休なんですけど。ど日だと思ってたいやいや、っらないと思ってあ祝日だと思ってた。え 君ちっちゃいときにさあ、こいのぼりとかさ子供の日子供の日子供の日は南月何日子供の日えっ子供の日ですよいやだから何月何日子供の日ですよ子供の日ですよええ子供でも知てる子供の日ですよ子供の日ですよ 壊れた。子供の日ですよ。壊れました。子供の日です。これはけど、進まんな。子供の日ですよ。後ろの、本当に。子供の日ですよ。嘘。子供の日ですよ。本当に。子供の日ですよ。子供の日ですよ。体調悪い。五月六日。五月六日。子供の日ですよ。これね。大丈夫。やめましょう、今日。どうした?。どうした?。これ、クイズやめましょう、今日。どうした?。 こんだけ準備してきたのにだだ、出てこない。<laughs> <laughs> 緊張して。いや、緊張じゃない、緊張じゃないです。緊張じゃないですうん、今年の日。子供の日。五月五日だよ。五月五日。う五、ん、月五日。ね、はい、で、五月四日、その間挟まれてたから、休みっていうふうにしてたけど。うん、なんか、緑の日が余っちゃったから。は五月四日、緑日になったろう。四月二十九日。 昭和天皇の誕生日だったんだけど、うん、亡くなってから緑の日にしたけど、うん、そこは昭和の日にすべきだって昭和の日にしたら緑の日はどうするんだって「うんうん、5月4空いてるな」って言ってそこに来たの、うん、お引っ越ししたのお引っ越ししてきたね五<う>、うん、5月は終わり月6月はありませんもうあなここで言っててもらうあっ海の日あ海の日あそれ知ってんの よくしてんね。海の日新しいよ。割とねで8月。はありませんが、なんか作ろうとしてんだよね。山の日かなんか <laughs> で8月に休む。でも大体夏休みで子ども休んでるところに祝日してもしょうがないなっていう話も。も、うん、お盆休みでいいじゃないか。もしくは終戦の日か。まあ、終戦の日8月15日にすんのか、うんうん、9月2日にすんのか。まあ、そういうのも。 含めていろいろ議論はあるとは思いますが、うん、8月に山の日っていうのはどういう勢力がどういう気持ちでもって何のために休みにしようとしているのかご存知の方いらっしゃいますかあんまよくわかんないですけね8月休み増えても別に面白くないでしょ夏休みあるしさ <laughs> え、あれ止まった <laughs> っ皆さんわかりました <laughs> 山本アナウンサーは太陽電池で動いてて <laughs> 今電池切れや どうしたの大丈夫いやーダメですね出てこないですね<え>出てこないですね今俺が喋ってる間に9月を考えてたいやそう考えてたんですけど <laughs> 9月の9月は祝日少なくともほら3月から半年経ってるからさあーだからえっと、秋分の日秋分の日はあるよねはい、うん、あやっぱりあれだなハッピーマンデーで日付ずらしちゃったのは悪いねあれで単なる休日という意識しかなくなって 何のためにこの日を休むのかっていう祝日じゃなくて休日になっちゃったんだよね、まあ、あれはやっぱり大失敗だな、ね、しかも3連休だからありがたみもなくなったしね飛び石連休なくなったのは良かったけどあれよくないな全然ハッピーじゃないねブルーマンデーだなーーどっちかっていうとの日、うん、特にねあの <laughs> 記念日の,あの日付を動かしちゃだめだよね。<laughs> 思いまわ。ね皆さんもそう思ったんですよこういうふうになっちゃうんです敬老の日もあるし敬老の日もあるでしょでもいつかが全然9月の九月15日だったんだけどハッピーマンデーになっちゃったから今は第2月曜か第3月曜かそんなとこになっちゃってね第2かなよくわかんない第2んとかとかって全然わかんないもんな俺もわかんない 10月10月さっきから言ってことはもうあなたがさっきから憲法記念日ともう一つずっと体育の日体育の日はもともと10月何日かしてるう<わ>、えー、10月のもともと今は第2月4か第3月曜第2月か第2月4か第2月曜か第2月4か第2月4か第、えー、第2月4か第月第2月第2月 決まってた日付が何日でも体育の日ですもんね体育関係するの10月19日えなんで違う何体育とか何じゃね会か違いますある大きな出来事がそうそう東京オリンピックそう東京オリンピックの開会式がそう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 目の日うそ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  10月10日。はい。もともとは10月10日。物理的に示めたんです10月10日。月だった東京オリンピックっていうことを記念で残すんだったら、あれだってな、10月10日から動かしてはいけなかったんだよ。本当はそれが体育の日。体育の日。10月10日。今は違うよ。で、違うです固定じゃないよ。はい。で、それから10月はもう終わりかな。11月。で、えっと、憲法。え <laughs> あ<れ>憲法はあの発布はした日ですけどその日は憲法の記念日ではなくて施行された5月3日が憲法記念日でその半年前です、発布されたのはね。11月、ちょうど半年前というか半年先というか交付の日は休みですけど別の理由ですねはい11月、うちょうど半年。 ちょうど半年、11月ですよ。11月、休むでしょ ?11 月ね。すごいな、これだけで15分やってるよ。3日、11月3日。これは文化の日。これは動かないです。んでかていうと、明治天皇の誕生日だからです。 もう1回あります、後半に、11月に。アメリカではサンクスギビング・デイですね。日は違うけどね、ほぼ同じ頃ですね。まあ、これは収穫に感謝する、あ感謝って言っちゃった。日だったんですけどね。祝日の日、祝日違う。祝日の日、日が2回あります。五五のの日日難しいな感じでく

まさか二十四日とか。いやいやいや、もうそれはもう。クリスマスとか言うんじゃない。ですかクリスマスの。うん。うん。ん十二 <laughs> <laughs> 月。いやー。十二月ですよ。休んでないんじゃないか。十二月ですよ。ね。十二月ですよ。休んでたら覚えてるはずだもんな。十二月ですよ。休んでないよね。<laughs> ずっと働いてるもんね。まあ、月祝日関係ないよね。 十二月頑張ろうね、最後ね。これもちっと。まあ時間だけ取るから、十二月二十三日。天皇誕生日です。天皇誕、あ天皇誕生日。もう二十七回、二十六回ぐらい。やってます。ねこれで全部ですよね。全部。全部。うん。今年八月休みあんのかね、その祝日。それちょっとカレンダー、まさに見ないと。 書いてるじゃん全部書いてるんですよ。書いてきてるじゃん手書きで書いてきで打ったんじゃない全部手書きで書いてる。山の日8月11日まで書いて。賢いじゃない。ら予習完璧なのに頭入ってないよ全然。予習しても入んなければ予習した意味がないよ。復習ちゃんとして復習。そうですよね。ちょっと全部書いてる。いやもうね。

でもねこれを江南大学教え行ってた時にテストテストじゃないね今もうちょっと短くして書いてくださいって言ってやる全部書ける人ななんかいいよね学校でなぜ教えないのかなって祝日をまさに特別右翼でも何でもないですけどね生活のまさに暦ってこれ大事だから祝日はなんで祝日なのかっていうのと何月何日っていうの絶対教えるべきですよ1年生から小学校の。 うん、もしくは家庭でもね順番に言われるとねいやだって順番に過ごしてきて、ね、君そんな5月から休んで <laughs> 順番ぐちゃぐちゃじゃないでしょカレンダーってまさに一日一日,日の流れでそれが1年になって1年が2年になってってあるんだからその流れで覚えるんでそれは体で覚えないとしょうがないんじゃないかなんこんなの本当に小学校でやってほしいな小学校サボってんじゃないですか教育んほんまそう思いますわ 家庭でもうちの子も覚えてないかもしれないなどうやったら覚えてくれるのかな子供たちは、まあ、山ちゃんも子供に入れてますけどああと思うよう、ね、だって興味あったよいつ休めるのとか何の日とかないのかな休めればいいのかそれでという気がするな,な,るないやいやいや。 ここ全部抜けてる人たいなそんなことはないですよ。体育の日はずっと言い続け、憲法記念日とね、日付は分かんなかったですけど、少なくとも体育の日と憲法記念日はずっと言い続けてましたね。あと緑の日、なぜかこの3つだけは抜けてなかったですよ。日付は抜けてましたが。すごいな毎回新しい、新たな発見、驚きがあるという山ちゃんでございますけどね。 いやもう度肝抜かれましたね。難しい難しいか。な。だって十山の日入れたって十六しかないんでしょ。そうですよね。十五までそうですもんね。日にちまでって。まあまあ日にちももまでまでではないですけどね。日にちと何と二つしかないじゃん。そうですよね。そうですよね。ちょっともうね落ち込んできましたね。落ち込みました。そうですね。 発表してください。あ、はいはい。一番好き。な十1世紀の中で一番好きな。一番好きだ。これは、知らなかったですねとか、これは勉強になりましたとか、これ好きなんですよとか、何でもいい。知なかった。好きっていうのはね。うん。ない、言わないですけど。なんかさらなる墓穴を掘りそうな気がしてきたな。大丈夫か?。 え、二十で一番好きなのな一番好きなのね夏至かなででかやっぱ昼間長いしね夏至<ー>に向かってどんどんほら日が長くなっていくるじゃないですか昼間がだからいいぞいいぞっていうような感じがしてん<え>皆さんどうですか,か皆さん二十四世紀で好きな好きな二十四世紀は

甘露幹路、倉庫、立冬、小雪、大。小説じゃないかそれ。え？小雪ってだめ。小雪っていうのはあの松山なんとかと結婚したあの女優さんの名前じゃないの？ですね小雪。でも小雪ってルビー振ってるね。小説。大切なんだから小説で小説。大雪ね。小説。ほらやっぱりボケつ。 頑張,頑張れ、頑張れ、もう一息だ。大,<説>大切だ。大切。あ,あ、大切。大切。大<説>日本なんじゃない。両方あるかもしれないですね。大切。大切。アクセント辞典は大切を載ってました。ああ、たい、大切。大切<説>。載ってないですね。大切で,、ねで,ね、ですね、やっぱりね。これも楽天間違いね。はい、大切です、ね。大切、ね。小説。説小説。うん。 えー、当時だって小雪だったら大雪だろうで <laughs> <laughs> すよね。失礼いたしました。うんはい、えー、小説、はい、大,あ大説杜氏小喚大観大あやっぱ夏至だな俺。はい、え皆さんはどうですか啓唯一知ってたのが慶え春文と秋文は知ってんじゃないですか啓実もいいけどまあ あの字が難しいですね。「秩」がね。うん「K」はいいけどね。うん、大切だ。う「生命」C「シミー」「シミー」「シああシーミー」っていうのちょっと大きなアクセントだよね。「生命」「シーミー」「ー A」が E になんだな。うん「ケイチツ」皆さん好きですね。ねやっぱりこう。 冬が寒い冬が終わって春っていうところ春ってなんか始まりっていう感じがするじゃないですかだからまあ確かにチ術もいいですねとかるんですよね最近あんまりやんないとこもあるみたいですけどその膜を松の木巻いてあったかいとこ虫が集まってくから取って焼いちゃうんだから残虐なある意味は外れ駆除ですどね。

立花もいい、立花の頃にね。夏の香りがするんですよ。芝生の上を風がふわって。あ、夏だって思うと、大体立花。これはその頃ですね。芝生の香り。何かな、好きなやつか。なんか、平日は穴から出て、き穴入っちゃったよね。そう、ちゃんね。ちっき、ちっきょだな。そうですね。何がいいですか。 でも白露かな。白露がいいんですか。夏から秋への季節の交代時期。ああ。夏から秋が好き。うん。あ暑い日からもうすんごい暑い日が続いてそっから終わる感じになってくっていう。ああ。明日にもこう一段落して、ああ、梅雨がこうね見える。ああ、今年の夏も終わったなみたいな。終わったとかね。ああ、それもいいですよね。はい。白露か。白露。白露か。ああ、明日白露。白露描ますね。じゃあ僕も決しで描こう。 か,かんでもいいですか、夏に至る夏至、私は夏至ですね、夏、は、至、い、<え>と白露、白露うん、僕は暑い,暑,暑いというよりまだ6月ぐらいですもんね、これね6月27日、うんだからいよいよ夏だぞって感じそうですね。ね でも夏に向かうんだけど昼の長さはもう短くなっていくっていうね。ううん、そういう時期なんですね。白露がいいのか。白露。<ー> <laughs> さあ今バッと調べて <laughs>、うん。あでもここかなとかと思えながら。うん。なるほど。懐しいなでもね。少々は気分が楽になる。<い>ああなるほどね。うん,うん。え何ですか？確かになんで白露の白どえ白は白は秋だもん。色で言うとほらあのー、昔の。 色っていうのは赤青黒白でしょの 4, 4つしかないですこれは詩人詩人ってあるじゃん北が黒な玄武、うん、ねで、えー、っと東が青で、うんえー、青龍、ね、青い龍動物玄武は亀ね黒い亀で東が龍ね青い龍で南が朱雀朱色、うん、赤の、うんえー、鳥ですわで西が、えー、白虎はい、はい、白の で方角とその季節があるんです方角は今言った方角でそれぞれ季節が玄武、えー、が冬で青、うんえー、流が、えー、春で青が春で、えー、赤朱雀が夏で、えー、白虎これが秋ですねそれでいうとやっぱり白っていうのは秋を表す中国のそういうあれじゃないですか。かうん、方角と色と色 えー、そういういのが繋がってる大相撲も,もうすぐ春場所あ<ー>大阪場所始まりますけど上にこうつってあるじゃん、はい、釣り天井があってそこから房が赤房青房黒房黒房白房って4つあるけどあれも方角を表してい、うん、った方角にこうある昔は柱だったんですけど、えー、テレビでこう撮るのに邪魔だからつ <laughs> って柱をなくしたっていうことがあるんですけど,ど、うん、あれと一緒ですね。はい だから白はそうういことな青春って青春なんとかとか映画もあったけど青は春の色なんです赤は夏の色白は秋の色黒冬は黒玄文と玄っていうのは黒っていう黒を取って書くでしょそれぞれななるるほほどどこれ知っとくと便利割といろんなところに応用できますね。

なるほど好きなものはって聞かれてもなあってあんまり聞かれないもんね好きな食べ物はとか趣味はとか好きな二十四世紀はってあんまり聞かないこれ初めてかもしれないね急いで探しましたけどね生まれて初めて好きな二十四世紀を聞かれましたねこれこれから聞くことをしましょうかそうですね初めまして道谷と申し訳な あの私下地が好きなんですけど好きな二十席なんですかです白露です白露白露いいご趣味ですねそうです白露いいな白露好きな人はねいい方が多いですよ道場さんは白露ではないんですか私下地が好きなんです下が好きですか,ですか下地っていう感じがねあれいい白露もいいですけどやっぱり私は下地っていう感じが、ね、<ー> <laughs> 白露はこうは 息が漏れる感じがね、こうふうっていうね、あのリラックスした癒し感がありますけど、それに比べてゲシっていうのはゲもシも割とこう強いですよね。癒しあるでみたいな感じがゲシには含まれているようなそのゲシのパワー今ください僕に。はいそのゲシのパワーください。いや山さんやっぱりるルカに白露っていう感じになってますからねもうね白露感が満載ですけど。いや今日はねもうはいあと一時間できゲシ。 もうもうまあでもこれで会話の入りですねいやいやいやでもね今日ダメロって感じですはくって感じなんですかねいやいもうちょっとねダメですねちょっと勉強勉強しときましょうねいやでも本当ダメですもん意外とだってほらあの生活の中のそういうことなんですよね言うんですけどねそういうのもあの一つひとまあ勉強というと嫌だけどうんうん。 生活の知恵みたいなね。日はたまにないですよね。ね、なんか、うん、じゃ、やっぱり。毎日の一つ一つを意識することは大切です。はい、これは大切。え、小雪ではなく。へえ、小説。小説。小説。大切で。大切産経です。大切産経です。そういうことですね。はい。まあ、ということで、そろそろいい時間になってきたね。そうですね。今日は割とテンポ良かったんじゃない。あ、まだ8時。 でももう9時、2時間。いい感じや。暦の話で1時間、最後にいつものように。ほぼ僕がつまずいたっていう時間ですけどね。1時間半まではいい感じあの祝日の話になった瞬間にストップしちゃいましたね。思わぬところに穴がありましたけどね。さあ、皆さんまたいつものようにアンケートでございます。とっっても面白かた え面白かったとか4つか5つぐらいに分かれて今から出ますんでねまた1番2番3番4番押していただきたいと思いますが1番はまあけどあ今日その祝日のね違うよなんで1番が今から24作るの大変じゃないのよそれどれが皆さん好きですかしかもそれ面白いねうん面白いけど面倒くさいよもうダメだあそこがあったから今日ちょっとね 盛りり上がりましたいやいや全然盛り上がらないですよ、もう僕、どん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 落ち込んでいく一歩ですよ、もう順番全然、普の中でも、本当にもう、急降下でした、もう本当にね、<laughs> 気分は、おなか急降下みたいな感じで、す。毎日、気分急降下毎日日曜日じゃなくて、なんだろう、毎日、<laughs> 毎日が仏滅みたいな <laughs> <物滅>。<laughs> うわ、落ち込むな、それはな。ああ、落ち込みますね。うん、頑張ってください、本当にね。うん。まだ白黒だそうそう、まだ白黒だね。これ、あの、プロフィールに書きますわ。白黒、好きな二十世紀。あ、書いて書いて。俺もどっか書こう。好きな二十世紀。白黒覚えました。白黒覚えました。頭に入りました。はい。季節も覚えてください。よ9月8日頃。9月の初めね。 いい時ですよね。何をするにも。そうですね。白露はいいかもしれないですね。これでもボケですからね。僕はね。はい。どう。はい、出ました。はい、一番とても面白かった二番、まあ、面白かった三番。あまり面白くなかった四番、全然面白くなかった。一番、二番、三番。 どうでしょうこれは今日は怖いですねなんか普段の言葉のことばかりのその最後にこれアンケート聞くテンションじゃないですね僕怖い恐怖ですねいや全然面白くなかったけどどうしようとかいや面白かったいや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 もう僕はもうちょっと今日あら大丈夫かなぁでも面白かったと関係ないもんね 山芋とても面白かったところでいやそれはね面白かったとかね。あ百人超えました。ああありがとうございます。百一ありがとうございます。ありがとうございます。普通はないの普通普通普通すると大体ね普通にみんな集まっちゃうんでね。そうですね。だからまあ二か三かどっちか極端にね極端しといてください。普通の方はあ出ました。全然面白くなかったが八点これはねこれリアル八点三パーセントこれは本当すごく面白かったっていうことちゃいますよ。

あ森さん見てたの？いやわかんないですよ。ご本人がわかんないですよ。違う人があのね、うってるかもしれない。山森さんですよみたいな。森森富さん？日本テレビの見てないなあ。はい。はい。ありがとうございます。まあこの辺でじゃ締めちゃってよろしいでしょうかね。はい。いや百そうだ。次回。次回。次回は三月三十一日。おございます。まさに年度の最後の日。はい。でしかも次回。 最終回でございます皆さん。そうなんです子供のことばかり。ね、一応ね 2, 2年丸2年になりますんでね、うん、いい区切りでこの形でやるというのは次回最終回ということで,で、ね、まあ分かんないです何か形を変えてまたこうやるのかまた分かんないですけど、うん、とりあえずね、はい、一区切りとうとでそうです、ね、とりあえず次回はまずは祝日のテストから <laughs> ちょっと <laughs> <laughs> ちょっと本当に怖いですもう怖い,怖い,怖い本当にやるにちょっと勉強ちょっとしておきます、うん、そうだね。

ピース。<laughs> あ、<laughs> ほらまたなんか出たよ。ね、何んだろうこれ。なんだろうねこの綺麗な, <laughs> な。<laughs> えー、皆さんありがとうございましたなんかちょっとヤマンゴかなり意 <laughs> 気承知してましたね、本当に途中からあかなり心配になりましたけれども、あのー、疲れてたのかな、もしかして、あんなに一生懸命ね勉強してたのに、それが出せなかったということですが、で今、ご案内がありました通り、えー、すいません。えーと とりあえず来月の言葉のことばかり一旦は一区切りということにさせていただきたいと思います。まあ、あの丸2年 えー、次回で24回ですか、えー、やってきたことになりますので、えー、でもですね、あのー、またあの新しい形でこの「言葉のことばかり」のブランドを守ってですね、えー、登場したいなというふうに思っておりますので、えー、少々お待ちいただければなとあの2年間お付き合いいただいた方いらっしゃいますいいらっしゃいますよね結構この「この言葉のことばかりは」はとても温かい、あのー、毎回来てくださる方ご来場者がいらっしゃって本当に私たちもやりがいを持って、えー やってきましたということで愛知年間聞いていただきましたかありがとうございます 待ったがかかったとかそういうことではなく本当にあの、まあ、2年やって山ちゃんも十分成長してと言いたかったんですけどちょっと今日,の今日のを見てもうちょっと続けた方がいいかなと <laughs> 以上ねねヤマンゴがあのこの番組を通して言葉に対してこう向き合ってかなり成長も遂げたのでそろそろ次の段階に行こうかという話も含めてだったんですが若干の続けなきゃいけないような気もしてきましたけれども、まあ、またねあの違う形で。えー やりりたいいかなという,ふうに思っておりますので,で、まあ、違う形で言えばなんですけれども、あのー、アナウンス読売テレビアナウンス部では現在のアナウンストークライブという形で、まあ、ライブの場合と収録の場合とあるんですが YouTube の方で、えー、読売テレビのチャンネルを、えー、作って展開しておりますあの言葉のことばかりのアーカイブも、ね、こちらに上がっているんですがここ出しましょうかね。 えー、youtube の読売テレビチャンネルというのがあります、えー、y t b 読み売りで検索していただければいいかなというふうに思うんですがこちらの方に言葉のことばかりのーアーカイブも上がっておりますしそれ以外の お読売テレビアナウンサーのー番組もこちらに上がっております。えー、私が先日から始めました「海のことばかり」もこちらにアーカイブで上がることになっておりましてなんと実はですね、えー、この「言葉のことばかり」の放送の前に先ほどスペシャルコンテンツを収録しておりました、えー、その名もタイトル「変わったアナウンサーに学ぶ」。 好感度アップトーク術、えー、川田アナウンサーに学ぶ好感度アップトーク術というです、ねえー、番組を先ほどまで、えー、収録しておりました。 で、えー、これをですね、3月から順にこの読売テレビの YouTube のチャンネルでアップしていいいきたいと思います。皆さんご承知かとは思いますが川田アナウンサーが、えー、今年度いっぱいで読売テレビを卒業するということになりまして、えー、フリーのアナウンサーになるということもありましてですね それではまあ最後に川田アナを送り出すことも兼ねてですねえ川田アナウンサーのあの素晴らしい好感度の高いトーク術を私たち読売テレビアナウンス部にまあ残していってもらおうということで、えー、川田アナに学ぶ好感度アップトーク術という番組を先ほど収録したばかりですのでえぜひねえこのチャンネルで3月からご覧いただきたいと思います。よろしししくお願いいいたままますとととううことででで、えー、最後までありがとうございました、えー、それでは まだ来月言葉の言葉かでありますのでぜひぜひ見に来てくださいお願いしますではおやすみなさい